はたまた爆笑か。おがちゃんとみさとのオールナイト埼玉、ご期待ください。はい、今週もですね、たくさんおはがきをいただいておりまして、もうさ、いつからさ、うちの番組はさ、こんなにハガキが来るようになったわけ？そうね。いや、もう早速ご紹介しちゃいますね。はい、よろしくお願いします。はい。ラジオネーム、アジアゴーさん。あー、これあれですね、満鉄ですね。特急アジアゴーですね。はい。いつも楽しく見ています。はい、まあ、何を見てるのかっていう、まあね、聞いてるっていうことですね。はい、あ、まあだからこれあれだよね、YouTube から入ってんだろうね。あ、そういうことか。うん、まあね。うんうんうん、動かないですからね。あの声も聞いてくださいということで、はい、はいはい、ミカドラボあれですね、YouTube でやってる企画ですけれども、うん、あ、私がやってるやつね、はい、はいはい、うん、まあ、ミカドラボで、コシャマインくんとのコラボを見てみたいですと。おー、コシャマインくんのファンでしたね。あー、コシャマインくんだかコシャマインさんだかのファンでしたね。あー、多分ね。あ、で、同様のおはがきが、はい、来てまして、はいはい、だこれがラジオネームコシャマインのファンね。あ、うん、そう、いや、アジア号でいいのよ、さっきのやつ。うん、アジア号さんからね。で、で、同様のおはがきが、ラジオネームコシャマインのファンさんからも来ておりまして、あら、はいはい、コシャマインくんと指定チャンネルになってみてはどうですか、お互いのチャンネルでコラボしてほしいですということでいただいて、同じ人なんじゃねえかと思うぐらいのですね。コシャマインくん人気ですね。人気だね。まあでもあれだからな、あの、まだかろうじてうちの方がチャンネル登録者数勝ってるからね。まあね、もうね、低いレベルでの勝負ですけどね、本当に。あ、いや、それは相手に失礼じゃない？いやいやいや、まあまあね、まあ、これからね。うん、でもね、再生数では負けてんだよ。あれ負けてんだよ。だってあっちさ、普通に200再生とかあるからね。あー、すごい。うん。うち、あんまないじゃん、200再生とか。そうね、うん。まあ、ショートぐらいですか？だからね。うん。あのさ、これね、あの、はいはい、コラボしてみたらどうですかって言うんだけど、うん、あの、いや、コラボするのは全然ね、はい、やぶさかではないんだけど、そうね、うん、ただね、やっぱね、あの、向こうさんのね、その、コシャマインチャンネルの方のコンテンツ的にさ、あっち一切さ、喋らないわけよ。ああ。うん。で、ゆっくりボイスを使ってるわけでもないし、はいはい、VTuber 的にやってるわけでもないからさ、あの、基本的に、あの、コンテンツ、あの、少なくともコンテンツだけを見るにね。うん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 。うん。だから、ちょっとね、まあ、やってもいいけど、どういう形でやるのがいいのかっていうのがよくわかんないなっていうのが正直なところです。まあ、ちょっとね、自分もちょっと少し拝見しましたけどね。うん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 、あれじゃないですか？じゃあ、コシャマインくん、なんか、コシャマインくんでいいんですかね？いいよ、いいよ、いいよ。うんうん、じゃあ、コシャマインくんの、あの、作った、映像に僕らで声を当てるっていうのはどうですかね？うん、あー、なるほどね。そういう形ならできるか。うんうんうん、あ、まあそうだね、うん、そう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 、うん、そのコラボっていうね、そうだね、その形だったらコラボできるかもしれない、ね、あ、我々がゆっくりボイスをやるってことですね。そうね。俺らがなんか、そうそうそう、俺らが喋って、うん、何を言ってんだマリサとか言うの。アホか。それはオガちゃんとミカドで喋ろう。はい、いいじゃないですか、喋り方でね、うん、それで、まあまあまあね、まあ、あの、そうするとちょっと膨らんでくるかもしれない、ね、あ、そうそうそう、あ、うん、ネームとマリさんならぬオガちゃんとミカドで、うん、そうだね、うん、その棒読みな感じで喋ればいいわ。あ、そうそうそう。まあね、それをね、あの、アプリで作ってくれてね、あ、フリー素材にしてくれる人大募集します。大募集ですね。キャラ作ってくれる人でね。これね、そうそうそう、うん、そうそうそう、いろいろね、ということですけどもね、はいはい、はい、で3つ目ですね、はい、3つ目いきましょう、はい、はい、ラジオネーム鎌倉殿の13人のファンさん。これもなんかあれだな、うん、で、うん、ですね、コシャマイン
くんのチャンネルの URL から飛んで見てみたらとても面白かったので会社の人に勧めますと書いてます。 ありがとうございます。あら、どんどん進めてください。これどんどん進めて、どんどん進めてください。あの、確かにね、こしゃまいんくんのチャンネル今ね、鎌倉殿の13人推しだからね。なるほどね。うん、私面白いやつですからね。うん、でまたね、今ね、ちょうど2年生の授業俺今年持ってるじゃん、日本史。うん、うん、ちょうど今鎌倉時代なんで。あらら、じゃあ、うん、まあでももう、ね、あの、うんうん、もうあの義時の時代終わっちゃったんだけどもうだって今日蒙古襲来やったからもうとっくに終わっちゃってるんですけど。あらららら、うん、でもあれだったよ、やっぱその鎌倉殿の13人推しでやって、推しっていうのはだからほら、鎌倉殿の13人っていうのはあの実際にあったあれだからね、13人の合議制っていうのはさ、うん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 、うん、実際にあの存在したものだからあれ、うん、あ、そうなんだ、うん、あ、それもしかしてあれ、なんか小田原評定に続くのその流れって。うん、だからほら、三谷さんってさ、すごい歴史好きだからさ、 あの人、うん、あの人割と歴史考証しっかりしてんだよ。うんうんうん、うん、これマニアじゃないと、あの歴史よく知らないとこれ描けないよなっていうの結構いっぱいあるもん。うんうん、そういう意味ではあのすごく面白いよっていうふうには思ってるんですけど。確かに、うん、ということで、なんかまあだからその鎌倉殿の13人からあのこしゃまいんくんのチャンネルに流れた人っていうのは多分いるんだと思うんだよね。なるほどね。うん、だから、まあ、その人に気に入ってもらえて、会社の人に勧めてもらえるんだったら、非常にありがたいよね、これはね。そうね。歴史好きのね、うん、人たちが増えるかもしれないね、この、そうだね。リスナーさんが。まあ、でも俺、ミカドラボで歴史のこと一切話したことないんだけどね。わかんないよ。これからやるかもしれない。やるかもしれない。でもね、やっぱね。祝辞世界史じゃなくて、祝辞日本史みたいな感じでね。いやでもね、そういうのはさ、もうコンテンツ溢れちゃってるしさ、なんかね、なんか変なこと言われるの嫌なんだよね。うん、変なこと言いまくってのに。うん、そう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 。なんかおい、おい。はい、まだハガキ来てますよ。はいはいはい、うん、おハガキ、もう一個いっちゃう。はい。もう一個。うん。これムカドさんからします。あ、俺からか。ですね、もう一個はですね、うん、ラジオネーム世の中央公園がたまり場さんからいただきました。だいぶだいぶだいぶあれだな、ローカルだな。これだいぶ食い込んできてますよ。だいぶ食い込んできて、で世の中央公園がたまり場さんからは、オガちゃんさんの最近のトークにハマってます。頑張ってくださいだって。あれありがとうございます。初めて言われるかもしれないですね。面白いなこれ本当に。俺なんか効果音忘れてたけどさ、いや これ面白いね本当ね。あ、本当ね。あ、この人ももしかしたらね、周りから笑いのツボがずれてるとかね言われてるかもしれないですけど、お互いに頑張りましょうということでね。いや確かにさ、最近おがちゃんはさ、やっぱほら酒飲みながらやるようになってから、やっぱあれだよね、面白いよね。はい、やっぱね、酒飲まないとやってらんないですね。そうね、はい、はい、ということで、じゃあタイトルコールいってみましょう。おがちゃんとみかどのオールナイト埼玉。今週もトークにハマる人続出するかもしれません。おがちゃんです。はい、獅子類類俺の屍を越えて受け、みかどでございます。はい、この番組は埼玉市を拠点に生活するおがちゃんとみかどさんが、それぞれの自宅とサテライトスタジオをキーステーションに、オンライン会議ツールズームとライブ配信ツール Facebook ライブを使って全世界に生放送しております。なお約1日遅れでオンエア曲をカットしたバージョン YouTube アップしますので、そちらもぜひお楽しみに。はい、ということですけどもね、ちょっとどうでもいいこと言ってもいい？はい、どうぞ。さ、もう乾燥しちゃってんじゃん最近。ああもうカラッカラじゃん。そう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 。ほんでさ、もうなんか喉乾いちゃってさ、うん、今、うん、ね、もうなんかね、もうビールがさ、もう早速さ、もう500缶がもう飽きそうなんだよ。飲みすぎじゃねえかって感じ。やべえよこれ、放送最後まで持つのかなと思ってるんですけど。はい、ということで本日のコーナーラインナップの紹介でございます。はい、はい、ラジオネームマスターくんセレクトの珠玉の名曲をご紹介する、マスターピースのコーナーを挟みまして、もう寄ってんじゃねえか。21時30分頃からは、3ヶ月ぶりのゲストコーナーです。はい、オールナイト埼玉 VIP ルーム。イエイ。
盛り上がっていきましょう。盛り上がっていこうね。はい。で、本日のゲストはですね、仕事は私を生きること、社会派マルチプレイヤー、ちーちゃんこと鈴木ちさ子さんでございます。ということでね、はい、いや、さっきね、私は初めてですね、打ち合わせで、お話ししたんですけど、うん。楽しそうな人でしたね。あれ大丈夫大丈夫、ちゃんとハマってますかね。大丈夫大丈夫大丈夫。何言ってんのよ。うん、大丈夫ですよ、本当にね。はいはい、ね、うん、同世代でしたからね。そうなんだよ。くしくも、ほぼ同い年っていうね。そうそうそう。はい。羨ましいね。うん。ミドルコンビと、私になってしまいますけれど、また。そうだね。っていうか、だって、ちーちゃん呼んだのあんたじゃんだって。わわわ、ね。俺が呼んだわけじゃねえんだからさ。ね、うん。そこに嘆いたってしょうもねえじゃねえかよ。わわわ。うん、まあ、浜ちゃんのところからね、スカウトしてきたから、そりゃそうだ。あ、そうだね。まあ、そりゃそうなるわな。はい。ということで、久々のVIPルームでございます。リスナーの皆様必聴でございます。はい、はい、続いて22ちょうど頃からですね、すっかりご無沙汰のこのコーナー、うん、ラジオ飯テロプロジェクトです。うん、来ましたねえ、ね、まあもうなんかすっかり月一のコーナーになっちゃいましたけどね。そうそうそう、うん、もうね、あの夜食をね食べたくなるタイミングに、うん、ビルティーなコーナーでお送りいたしますけれども、そうですね、はい、はい、今日はね、あれですかね、リスナーさんからも、タレコミといいますか、投稿が届いてますからね。そうなんですよ、そうなんですよ。だからさ、ね、もう、冒頭でも言ったけど、いつからこんなにおはがきが来るコーナーになっちゃったんだろうと思うんですね。はい、ということでございますけれども、まあ、そんなこんなでですね、次のコーナーですよ。これもですね、リスナーさんからおはがきが来たということで、1年前に1回やったっきりのお蔵入りコーナーが奇跡の復活を果たすことになりました。ああ、青春のお送りいたします。イェイ。あのね、忘れたよ。どんな感じか。ちょうど1年前ぐらいですよ。あ、ほんと。それこそ。ちょうど1年前に、つってね。ダメだ、全くわかんない。そう、ダメかもしれない。あ、ダメだな。はい。という感じですけども、こちらはですね、リスナーの皆さんからお寄せいただいた青春時代のですね、大失敗エピソードとか、笑えるエピソード、そして、感動エピソードなどを、ですね、ご紹介していくというコーナーでございましてですね。はいはい。はい、一回俺がその青春時代の思い出を語ってこんな感じでリスナーの皆さんよろしくお願いしますって何にも来なかったっていうそういうコーナーでございます。あれ、ね、骨折じゃねえや、捻挫した話ってこの時したっけ。確かそうだったそんなもう伝説のね、チーンだね。そうそうそう。もう。こけた話ですよ。そう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 。いつね、いつやったかわかんないんだけど、朝起きたら、ものすごい足が腫れてたっていうやつですね。同窓会でな。まあ、そういうやつですけども。はい、ということで、この、ああ青春をお届けいたしますが、はい。そしてですね、それに続きまして、22時20分。22時30分頃からは、はい、最近トークが上手くなったメインパーソナリティオガちゃんがさらなる高みを目指すオガちゃんのカリスマパーソナリティへの道でございます。はい、お願いします。はい、こちらはですね、もうお題決まってるんで、はい、今日はね、そう、うん、今日はもう決まってるんで、続きを語ってもらうと、ね、いうことでございますね。はい、もちろん今月のパワープレイもありますよというわけで、今夜はなんと豪華4本立てでお送りしたいと思っております。はい、豪華。はい、そして今週の選曲テーマですけれども、うん、難しいことを語ってる曲特集。あら、これもまた難しいですね。はい、うん、今日11月19日がですね、名著ですね、マネジメントなどで知られる、うん、ピーター・ドラッカーさんの誕生日ということで、そう、ドラッカーのね、うん、はい、まあ、何やら難しいことを語ってる曲、これ言うと怒られるかもしれないですけどね、うん、まあね、まあでもまあドラッカーは難しいからな、うん、そうそうそう、まあね、それとか深いテーマを歌ってる曲などを特集してみたいと思います。まだまだ、はい、こちらはですね、リスナーさんからの
リクエストお待ちしておりますので、選曲理由とともにリクエストまだまだお待ちしています。うん、はい、ということで投稿の宛先はいつもの Google フォームですが、当番組の公式 Twitter の DM でお寄せいただいても結構でございます。はい。Zoom でお聞きの方はチャットに、そして、Facebook ライブ、今流れてますね。この Facebook ライブでお聞きの方はコメント欄に URL が上がっておりますので、はい、そちらの方に投稿をよろしくお願いいたしたいと思います。はい、投稿が採用された方には、番組特製ハンコステッカー、こちらの方をお送りいたします。まだまだ在庫ありますんでもらってください、ということでございますので、次のバージョンができちゃうかも ね、はい、ね、そう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 、その前にね、あの在庫はけさせたいですからね、はい、ということで、はい、ステッカーが欲しいよという方は連絡先氏名のご記入もお忘れなく、フォームまたはツイッターの DM にどしどし投稿よろしくお願いいたします。お願いします。はい、聞いていただいております。はい、おにゃんこクラブで恋はクエスチョン、うん、でございます。まあ先週に引き続きおにゃんこクラブなんですけどね、うんうんうん、これね深いでしょ、うん、何なんかあんま乗り気じゃないようなこと言ってるけど、そうね、だってほらね、すごくない、だってそのね、あの男の子は女の子にキスするときになんで目を閉じさせるのか、ああ確かに難しいです ね、謎でしょ、謎よくわかんないじゃん、うん、まあ別にそれナイチンゲールに聞いたって答えはわかんないと思うけど確かにね一番無縁な世界かもしれないからねそうそうそうそ そう、うん、でさ、このおにゃんこなんだけど、ね、うん、これね、あのセンターがさ4人いるんだけど、これああ、うん、そのメインボーカルのそのセンター4人のうちの1人が生稲晃子さんですから。ああ、はいはい、うん、今やされてる、そう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 、であとゆうゆって言われてたあの岩井由紀子さんとか、うん、うん、その辺がセンターなんですけどね、うん、っていうことでございまして、これね、あのフジテレビでやってたあんみつ姫っていうアニメの主題歌なのよ。あー、あんみつ姫、なんか。あの、ほら、実写化された時は井上真央さんかながやってたやつ。うん。あれのアニメ版。うん、はあ、なるほど。うん。あの、アニメ版が先なんだけど、もちろん。うん。うん。うん、それの主題歌だった曲です。ね。はい。ということで、聴いていただきました。おにゃんこクラブで恋はクエスチョンでございました。時刻は21時19分になりました。お知らせの後はマスターくんのマスターピースです。土曜夜9時は大人時間、オガちゃんとミカドのオールナイト埼玉。マスターくんのマスターピース。このコーナーでは当番組のキングオブ常連ことラジオネームマスターさんのセレクト曲をご紹介します。はい、今週もパーソナリティの横暴の犠牲になったマスター君が選んだ珠玉のマスターピースを味わってまいりましょうということですけれどもですね、はい、うん、さすがですよね、もうマスター君はさ、いや、うん、本当だよ、相変わらずすげえなと思いますけれども、毎回無茶ぶりに答えてくれますからね、そうなんですよ、もうなんか最近は特にさ、もう無茶ぶりとしか思えないような選曲テーマをさ出してるけどさ、うん、ね、もう見事に答えてくれてますね、いやー、うん、すごいね、120点を叩き出し続けるってこういうことなんだって思いますね、もう本当ですよね、もうもうそんなマスター君なのにもかかわらずですよ、あのもう今すぐにでもやめたいって言ってるからね、このコーナーねまあやっぱり負担は大きいんでしょうけどもね、はい、ということではありますが、さて、じゃ あメッセージの方をじゃあ小賀ちゃんから紹介してもらっていいですか。はい、いつも丁寧にメッセージありがとうございます、本当にありがとうございます、うん、はい、世の中にあふれる科学由来の中二病をくすぐる響きの言葉ってありますよね。ああ、なるほど。うん、あるね、うん、特にですね、量子力学の言葉、うん、シュレディンガーの猫、うん、コペンハーゲン解釈、うんうんうん、ディラックの海などよく見かける気がします。うんうんうん、この曲でも全てを知り、
未来も予見している生であるラプラスの悪魔に触れています。ただ言葉の意味を正しく理解しているのか、はなかなか疑問な使われ方をしている場合が時々あって、雰囲気だけでその言葉を使うんじゃねえと憤りを感じることもたまにありますと。なるほどですね。うん、まああるよね。あのなんだ、あの F 分の1の揺らぎとかね。あるよね。なんかそういう、うん、なんか使ってみたくなるよ。そうそうそう。あるよね。うん、ね、絶対分かってない人たちがサインコサインタンジェントとか言ってると、なんだこいつって思いますけどね、本当に。そんな場面あるか。ある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 。あるかい、うん、ありますよ、ありますよ。うん、そうかな、うん、ね。とりあえず数学できそうに聞こえるみたいなね。うん、いや、でもサインコサインタンジェントって言ってても別に数学できそうな感じしないよ。そうね。だって普通にだってその辺の高校生も言ってるじゃん。あんまりできそうな感じしねえな。はい。で、曲がです、漢字の曲なんですけど、これはセカオワだよな。はい、うん。うん。俺セカオワあんまり聞かないんだけどさ、はいはい、おがちゃんよく書けるじゃんセカオワ。あ、書けますね。うん。これ知ってた？あ、僕これは知らなかった。あ、そうなんだ。うん。うん、そうそうそう。だけど、あれですね。やっぱり、セカワも歌詞がね、うん、あの、なんだろうか。結構、時代に即した曲が多いような気がするし。それこそ最初の頃はなんだっけ、RPG とかって、あれはもう、なんでしょうね。うん、それこそ RPG の世界みたいな感じで、ドラクエとか多分、ドラクエとかが多分、入ったのもあって、その世界観とかもちょっと近いなって思ったりするし。うん、ああ、ドラクエとか、ファイナルファンタジーとかか。最近かけたのはハビットですかね。あ、ハビットね。うん。優等生の、あれとか、うん。あれだね。うん。そうそうそう。大人の君が言っちゃいけないことなんかなかったですね。そう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 。うん、ああいうのも世相を切ってる感じはするし。まあそうね。確かにそうだよね。なんか投げかけてきますね。だやっぱそこ行くとやっぱりなんかちょっとさ、あの昔あのベッキーとの不倫で味噌つけちゃったけどさ、言葉のチョイスはね、川谷のね、ベッキーじゃねえや、あれか、なんかバンド内でなんかいろいろあったんだよね。あ、誰が？あ、そうだっけ。あ、そっか、なんかあったっけ。なんかいろいろドロドロしてんじゃん、あそこ。ああ、まあ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 、そうかな。まあまあ、よくわかんないけど。ということ余計なこと言うもんじゃねえな、ほんとに。回収できねえんだったら言うなよって話だ。そう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 。あれ、そう、肩にいるのと似てるとかそういうことを言うのかと思ってたら、全然違うところから来たんで、ちょっと拾いきれませんでしたけども。すいませんね、もう、はい、もうさ、だってもうなんせさ、5001本開けちゃったからさ、もうさ。いや、ノールボールがどっか飛んでっちゃいましたけど。そう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 。もう、あの、壮大なパスボール。大暴投みたいな。そうそうそう。はい、ということで、じゃあ曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。マスターさんが選ぶ今週のマスターピースです。世界の終わり、グッバイ。今夜もてっぺんまでファンキーに打ちまくる、おがちゃんとみかどのオールナイト埼玉。オールナイト埼玉ビップルーム。はい、というわけで当番組名物のゲストコーナー、オールナイト埼玉ビップルームのお時間がやってまいりました。イエーイイエイイエイイエイ。いやー、ちゃんとミカドさんね、時間守ってますね。そうなんだよ。はい、もう今日はすげえなと思ってますけどもね、うん、うもうバッチリ決まってるから、今ね、笑顔がもうずっと出てます。ニヤニヤしてます。はい、ということで今フライングで聞いて、それではオガちゃんからゲストの紹介お願いいたします。はい、お待たせしました。本日のゲストは、仕事は私を生きること、社会派マルチプレイヤーちーちゃんこと鈴木ちさ子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう今、
フライングで笑っちゃいましたからね。そうそう。これどっから入ればいいのかなと。はい、そうなんですよ。まあ、紹介してから出てきていただければよかったです。はい、失礼しました。はい、ということでですね。いや、うん、私は初めましてですけれどもね。うんうん。はい、僕でも3回目ですかね。そんな感じだよね。うんうん。ね、いやでもなんかあの打ち合わせあのやらせていただいた感じで言うとなんかすごい親しみやすい方だなと思いますね。そうね、ありがとうございます。うん。まあそのなんかあのアンケート寄せていただいたじゃないですか。うんうん。なんかすごいいっぱい細あのねうわー書いてあるからあのあーなんかすごく主張の強い方なんだなとか思ってですね。大丈夫です。味方の方がよっぽど悪が強いです。うん、そう悪でしょ俺はもう、 もう本当にさ俺ごぼうみたいなもんだからさもう本当にさもうごぼうの塔ですかごぼうの違うわ花束投げたりしないよ俺は俺そこまで失礼じゃねえからなそう、ねうん、はいということですけどもですねこんな感じでいいのかな、はい、今日ねいやいいんだよ、うん、いいんだよあの、はい、いいんだよって別にあの俺らが言うことじゃないよなあの、ね、大丈夫ですか、ということですけどもさてまあ、あの私も含めそのちいちゃんがどういう方なのかっていうのを、ほとんど知らないというか全く知らない方がリスナーさんはね、ほぼだと思うので、ということでございましてあの恒例によりまして、まあ、このゲストコーナーすげえ久々なんだよねそうね、うん、3ヶ月ぶり、うん、そうオガちゃんがあそうそうだそうあの不在にしてましたねそう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 不在にしてたっていうかあの国家試験受けるから休ませてくださいっつって休んだそうそうそう休んだ時に、うん、あのゲスト呼んだんですね、うん、あそうそうなるほどうんでそれがね8月の末だったんで本当に久しぶりそうですうんのゲストコーナーなんですけども、はい、このVIPルーム恒例でございますワンミニッツクエスチョンっていうのがございましてですねはい、はいこちらの方はですね、まあ、その名の通り、1分間で、まあ、最近うちのリスナーになった方もいるんでね、うん、知らない方もいると思いますけども、そうですね、こちら1分間でですね、ゲストさんに対して、イエスの、もしくは2択のクエスチョンが、次から次へとボン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 ぶつけられるという形でありまして、で、最後の質問だけイエスノーではないクエスチョンが入っておりますので、そちらの方は、イエスノー2択ではなくて、まあ、答えていただくと、いう形になっておりますということなんですけども、これ1分間ですからね。どれだけいけますかね。そう、だから1分っていうのは長い短いようで長いけれどもでも、もたもたしてるとそうあらららってなっちゃうあっという間だよね、うん、うん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 はいということで今回読み人はこれ岡ちゃんでいいのかなあはいよろしくお願いしますはい、はい、ということでじゃあちいちゃん心の準備はよろしいでしょうかはい大丈夫です大丈夫ですかはいはい、はいドキドキね、ということで、うん、ドキドキしてください。ドキドキさせちゃうぞ、もう。はい、誰が言ってんだよ、うせえ、うせえ、うせえ、この野郎。はい、ということで、おふざけはこれぐらいにいたしまして、はい、それでは参りたいと思います。ゲストのちいちゃんの、はい人となりを丸裸にしてしまう、ワンミニッツクエスチョン新しいことを思いつきやすい方だ。Yes. おう。ジェネラリストよりもスペシャリストになりたい。No. あ、No なんですね。もう一度生まれ変わっても同じ人生を送りたい。No かなー。あ、No なんだ、うん。人生をトータルで見ると、いいことの方が悪いことの方より多い。Yes. あ、Yes。目立つことが好きだ。Yes. あ、Yes。ハマちゃんは初対面から親しみやすかった。Yes. あ、Yes。私、オガちゃんは初対面から親しみやすかった。Yes. あ、ありがとうございます。うん。初対面の人と話すとき、自分の方が話す割合が多い。圧倒的に Yes。埼玉県の魅力を100個以上言える。Yes。あ、Yes。オガちゃんとミカドに言いたいこと、聞きたいことがある。Yes。あ、最後の質問です。自分を動物に例えると何ですか？わあ難しいなこれ。猫かタヌキ。ありがとうございます。はい。はい。1分間でございました。1分間。うん。はい、ちょうどでございました。ありがとうございます。いけましたね。いけましたね。よかった。
よかったよかった。うん。はい、お疲れ様でした。はい。三門さんの声が入らなくなってしまいましたけれども。あ、ごめんなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったよかった。はい。いや、芸術的にさ、あの、うん、1分間ピッタで収まった。そう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 。すごい。すごかったです。いや、珍しいんですよ、これ。うん、そうそう。大抵一問溢れますね、最後に。一問溢れたり、あの、だから、ゴングが、ゴングが鳴る、あの、はるかに前に終わることもあるし。そういうこともあるのか。うん。うん、あるある。まあ、あの、ほら、ゲストさんが答えていただくスピードに、あの、を、はい、忖度して我々も調整するんですけど、うんうんうん、うん、それでもあのどうにもならない時があるなるほどね、うんうん、はい、ありがとうございます。今回はもう呼吸ぴったで、ね、あのぴったり合ってたっていうことですけど、そうです、うん、はい、というアーティストだからやっぱり。あ、そうなのね。僕もアーティストなんでね。一応言っとこうかな。なるほど、ね、芸術的にって言ってくれたから。あ、そうですね、はい、ということなんですけどもですね、うん、俺全然芸術の下の字もない人だからさ。新しいことを思いつきやすい方だ。これイエスって答えたって羨ましいですね、これ、うん、まあ、どちらかといえばイエスかな、まあ、でもそんなになんて言うんだろう、ゼロイチを作る人ではないかなとは思ってるんだけど、うん、あ、なんとなくわかりますね、なんとなくわかるかな、なんかこう、うん、いろんなものを複合してあそこではこうやってたよとかここではこうだったよとか、あ、うん、だったらこういうことはここではこういうことできるんじゃないかなみたいな、なんかまあ結構アイディアマンってよく言われる、あ、ね、なるほどね、情報が多い、うん、そういう掛け合わせみたいな、そうそう掛け合わせみたいな、うんうん、なるほどなるほど、うんうん、だからあのこんなことやったら面白そうだなみたいなのはパッといろいろ思いつくみたいな感じですよね。うん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 、あの僕も割とそういうタイプなんですよ、うんうん、僕も割とそういうタイプです。いいね。本当かな本当かな本当かな、なんか俺らみんなでなんかその寄せてそういう風に言ってるけどさ、本当そうかね。いや、もう忖度の世界がね、今日がね。いやいやそこまで忖度って言うなお前、僕は言ってんだよ。だからさ、私の場合はそのなんか、あ、これ面白そうってパッと思いつくんだけど、うん、あのね、形にするのが苦手。うん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 。確かにね。なんか他の人がやってくれればいいから。うん、そうそうそう。だからなんかそういう感じかなと思ったんですよね。うん。うん、形どうだろうな、なんかものによるんですけど、結構、うんうん、私はなんか多分2から3とか4、5ぐらいをやるタイプなのかなって自分は。なるほど。なるほどね。あの土台はもうあって、そこにこうね、だから上屋をどういうのを建てるかみたいな、そんな感じっすよね、多分ね。割とでも実務家っても言われるかな。うん、なるほど。なるほど。まあ、イベントとかよくやったりとか。なるほど。行動力ね、やっぱり。うん。うん、で、最初の質問がそれから入ったんであれですけど、そもそもリスナーの皆さんはですね、うん、あのこの人何やってる人なのっていうのがすげえ気になってると思うんですけど。何もないよね。そうそうそう。うん、まあ、ちーちゃんは分かったけどさ、何してる人なのって話になっちゃうと思う。本当にそう、本当に。うん、本当にすいません。で何、実際何やってる人なんですか。実際ね、本当に。ごめんなさい。本当にいろんなことやりすぎて、もう自分も生きてるとしか言いようがなくなってしまったんだけど、もう。なるほど。あら、なんかそれかっこいいんだか、ね、かっこいいんだかふざけてんだかよくわかんない。ふざけてはないと思いますよ。名前がね、名詞というか、肩書きというかね。名前というか、自分の名前が。うんうん、そうだね、あの、うん、私を生きる、社会派マルチプレイヤーだもん、ね、まあそう、なんかもう本当自分でいいんですけど、なんかまあ一応なんか社会派マルチプレイヤーみたいな感じでも勝手に作ったんだけど、なるほど、うん、まあまあで、やっていることとしては、まあ旦那さんが弁護士なので、あ、なるほどなるほど、法律事務所の仕事を、うん、まあ、一緒に仕事を手伝ってるのと、うんうん、あと、まあ、自分は絵描きだから、あ、絵描きさんなんですね、あの、うんうん、壁画描いたりとか、まあ、自分の作品描いたりとか、そういうのしたり、あと展示会の企画をしたりとか、まあ、そんなこれは頻繁ではないけど、うん、はいはいはい、たりとか、あとはですね、うん、まあ、ちょっとアルバイト的な感じで、あの、うんうん、なんていうかな、事務の代行
行っていうか、こう、プレゼンテーションツールを作る、うん、うん、そう、作ったりとか、ちょっと、あの、ゴーストライターしたりとか。なるほど。なるほど、ね。っていうか、まあでも結構長いんだよね。もう6年ぐらいやってるかな。すごいね。何でもやってますね。なんか本当にいろいろやってるでしょ？そう、いろいろやってる。いろ、か、過去聞いたらもっといっぱいやってるよ。あすごいな。なんかこれあれなんじゃないの、もう30分の尺じゃ絶対収まんないんだよ。そう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 。そうそうそう。収まんないよ。喋り出したら本当に、速読の先生とかもやってた。すげえな。すげえな。速読の先生って早口言葉とか早いんですか、やっぱり。あ、えっ、ー、と、違うんだ。で、すごい、でも、いや、すごくいいして、あの、指摘で、はい、あの、早口な人は、速読できます。速読できますっていうか、あの、うん、普通に早いです、大体。あ、速読ってあれか。あの、一瞬でこう、ペラペラか、あの、本をめくる人か。そう、早く読む、早く読む。ああ、そうそっちの方よ。音読が早い方じゃないよ。あ、なるほどね。うん、でもさ、結局やっぱり、その読む方も、音読してるから、はいはい、みんな大体。ああ、そっかそっか。そう。で、その音読する癖を抜いて、うん、見てわかるっていう、習慣をつけるっていう感じかな。あ、そうだよね。あれ、うん、一時期試したことあるけど、全然できなかったですね。そう、あの、ね、なかなかね、あの、挫折率9割って言われてて。うん、そう、だから結局脳は、あの、うん、音読モードなんだよ、結局。そう、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 そう。だから、うん、あの、視覚でパッと判断するっていう脳に切り替えないと、あの、うんうん、あんなこと、あんな技はできないよね。なるほどね。はい。まあ、そんな感じですけども。まあ、で、これさ、あの、次の質問なんかさ、うん、ほら、ジェネラリストよりもスペシャリストになりたい。まあ、それは脳だよね。だって、こんだけ。こんだけいろいろある。そう。うん、そうなんですよ。なんか昔はスペシャリストめ、うん、にめっちゃ憧れてたの、まあ、一度は憧れますわな。そりゃそうよ。そう、うん、そうね。で、まあ、やっぱりアートをやってるから、あの、うん、中学校の確か卒業論文の、あの、将来の夢は人間国宝でした、うん、ああ、なるほどね。まあ、だからその芸術畑でそれを目指したわけですよね、うん、そう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 、うん、そうそう、うん、うん、だけどね、うん、なんかどの辺から変わってきたのか、まあ、ともかく好奇心旺盛なんだよね。うん、あ、もうそれはね、あの、喋りの端々からすげえ感じるんですよ、それは、うん。もうなんか好奇心旺盛すぎて、なんか本当にあれもやりたい、うん、これもやりたいみたいな感じになり、うんうんうん、でもなんか、最初のうちはそれに自分で罰をつけてたんだけど、うん、待てよと、そんなこともないなと。うん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 、俺でいいんだと、私はこういう人間なんだみたいに思えてから、なんかすごく人生がうまくいったっていうか、うん、そう、やっぱそういう経験ってやっぱありますよね。うん、うん、だ、私もだから40過ぎてからですよ、やっぱそういう風になったのって。へえ、うん、まあいろいろプライベートでもいろいろあったんですけど、うんうんうん、なんかやっぱ そういうのを超えていくと、なんかこう、うん、あ、もう別にいいや、これで、みたいな。そう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 。そうそうそう。そんな無理して背伸びする必要ねえじゃん、みたいな。うん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 。うんうん。そういう風になっていくんですよね。いや、本当に、そう、うんうん。いや、でもなんか、本当すごい、最近ね、あの、読んだ本で、うんうん、宇宙船地球号って、あの、バックミンスター・フラーっていう人が書いてる。ほー、なるほど、なるほど。いるかな。まあ、それ、うん、それに、乗ってたんだけど、なんか、うん、要はその、支配者がこう、うまく人を使うために、専門性っていうものを作ったと。うん。だから、その、広くいろんなものを学べるのっていうのは王様だけっていう。うん、ああ、なるほどね。わ、うん、かります。そういうことね。わかります、わかります。一応こう見えて歴史の先生なんでわかりますよ。失礼いたしました。いやいやいや、わかります、わかります、うん。そうそうそう。そういうことよね。それはなんか納得するなと思って。いや、ほんとそう思います。別に自分は王様とかそういうのは全然全くそういう気持ちはないんだけど、そう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 、なんか、あ、ひょっとしてこれってなんか思い込まされてたのかなと思って。そう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 、確かに、ね。スペシャリストになりなさいっていうのは。なるほど。確かにね、うん、あの、うん、まあ、日本の教育が、まあ、そういう形がどうしてもね、あるからね。うんうんうん、あの、要するに大学に行くっていうか、その、
手に職つけるためにはその、うん、ね、あの一つのことに集中しなさいみたいなことを言う割に、うん、会社に入ってみたらいろんなことをやらされるみたいな、そう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 いうことで、まあ、一回ギャップを感じるわけですけど、うん、まあ、というようなことでですね、まあ、話盛り上がっちゃって、全然回収できてねえなっていう感じですね。そうそうそう、回収していきましょう。ということなんですけど、じゃあちょっと一回ここでブレイクを挟ましていただいてと思ってるんですけど、はい。これ、おばちゃんだよね、うん。あ、はい、そうですね。今週の選曲テーマは、難しいことを語ってる曲ということで、うん、はい、タイトルからしてそうだしさ。はい、そうですね。これアドちゃんじゃん。そう、うん、まあ、アドちゃんって言うと俺らの世代で言うと水森アドさんになっちゃうんだけど。そう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 、うっせぇわのアドですね、うん、はい、うっせぇわのアドの方ね。そうそうそうね、うん、確かにね、はい、難しいよ。そうそうね、うん、やっぱり心、それこそね、あの、うん、心の持ちようとかって全然わかんない、もう、うんうんうん、その気持ちわかんねえなみたいなことをずっと思ってる26年間ですけれども、自分自身も。それはただ単にお前がコミショーなだけだろ。いや、コミショーラジオやらないよ。あ、いや、だ無理やり俺が引っ張り込んだみたいなもんだから、ね。あ、そうなの。いや、あの、おがちゃんが最初に始めやりたいって言ってたんだけど、うんうん、うん、全然それじゃラジオなんねえじゃんっつって、で俺が、うん、俺が一緒にやるからさ、やろうっつってやったんですけど、はい、ということですね。で、うん、で、はい、私はこれでいつも悩んでおりますね、うん、はい、ドクターホワイト、ね、あのドラマのドクターホワイトの、うん、はいですね、浜辺美波ちゃんが主演のドラマの主題歌でもありました。はい、はいはい、自分もずっと悩んでおります。あと、はい、心という名の不可解。君がまばたきをする音、はい、聞いていただいております。あと、心という名の不可解、うん、いやー、不可解だね。心というのは、うせえわ、ね、まあ確かに不可解ですよ、心ってのはね、うん、うん、で、またこのアドのさ、この曲が入ってるアルバムのタイトルが狂言だからね。そうそうそう、本当にさ、まあでも言葉のチョイスが秀逸だよな。うん、うん、うん、それは俺も本当思うよ、うん、うん、っていう気がしますけど、まあ確かに心っていうのはさ、不可解なもんでさ、そうそうそう、ね、本当になんで今俺こんな気持ちになってんだろうとか思うことあるもんね。ねえ、ほんと。ねえ、それとか、ねえ、表情がね、合わない時とかありますけどね。感情とか。あるね。あの、割と追い詰められてる時にそういう風になりがちだよな。そうそうそう。そういう時難しいなって思いますね。まあ、おがちゃんはね、忙しすぎるんだよ。普段から難しいなって思いますけど。あのね、忙しくしすぎでさ、いろんな人に会いすぎるからさ、あんたさ。あ、もうね。いや、でもそれがあったからちーちゃんが今日ここに来てるっていう。まあそうだね。まあ、そうね。まあ減らしてはいますけどね。うん、そう。なんか、うまいこと言ったみたいに思うなよ、お前、この野郎。いや、うまいこと言ったと思ってますよ。あ、そうですか。はい。ということでね、聞いていただきました。アドで、心という名の不可解でございました。はい、さて、トークの続きをやってまいりたいと思ってるんですけども、うん、全然進んでない、ね、あの、もう一度生まれ変わっても同じ人生を送りたい。まあ、これは、あの、イエスっていう人と、ノーっていう人と、まあ、これはもう本当に、あの、真っ二つに分かれるかなと思ってるんですけど。結構悩んでましたね。ちょっと悩んだ。うん。うん、なんか、まあ、今の人生が結構気に入ってるから、うん、もう一回やってもいいかなと思うけど、でもほら、何しろ好奇心旺盛だから、そう、なるほどね。うん、多分そういう視点で行ったんだろうなと思った。そうそうそう、別の体験もしたいなと思うし、うんうん、そう、全然。あと今の人生にね、不満なわけじゃなくて、ええ、うん、うん、なんか違うのも面白そうかもっていう、そんな感じでしょ。うん、そう、うん、うん。あとね、もう一つね、あの、うん、あれなんだけどね、あの、うん、小学校高学年から中学校2年生ぐらいまでね、あの、もう本当にね、うん、ひどかったの。私、自殺願望が強くて、死にたくてしょうがない子だった。なんかね、あの、人生で一回はそういう経験
しますよね。うんうん、うん、いや、いや俺もありましたもん、実際。どっかにはあるね、そうね、うん、まあ、ない人もいると思うんだけど、うん、ない人もいるでしょうけどね。私は結構それが本当にしんどかったから、うん、またあれをやるのかと思うと嫌だ、うん、ああそういうことね、うん、うん、っていうのはあった、うん、だからいろんな視点がやっぱ多分あると思うよね、うん、はいはい、はい、で、まあ、だからこそここまでの、ね、40運年間のね、うん、人生をトータルで見るといいことの方が悪いことの方より多いっていう風に、うん、まあ、思ってるからこそこういうことが言えるんだよね、うんうんうん、確かにっていう風には思いますよね、うんうん、そうね、うん、だからほら俺もそうだけど、うん、そのあのもう割り切っちゃってさ、もう開き直っちゃうと、もうね、何でも楽しいのよ。そう。そうそう。そう結構それに近い。うん、なんかいろんなことが楽しいの。なんか結構楽しい、うん。ちょっとね、そう、うん。そういうとこありますよね。あるある。ね、なんか、まあ、うん、一見嫌なこととか、一見、うん、こう。わーって思うこともなんかこうちょっとネタに変えてみたりとか、そう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 、まさにそうですよね。そう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 、なんかやっぱ経験することってすごくなんだろうな、いいなって思う。なんかいろんなことを経験するって。そう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 、うん、だからほらあのちーちゃんとあの私帝の世代のこれからの課題は、うん、あの、うんね、あの10年後20年後になんかそれを若者に説教臭く語るような老害にならないようにっていう、そこだけですよ、ね、本当だよね、うんうん、その通りです、ね、うん、楽しいよっていう風に言えればいい、一番いいな。いや本当、年を取るってことは楽しいって言いたい、うん、言いたいね、言いたい、言いたい、うん、で、うん、なんだろう、まあ、結構普段からいろんな人の相談乗るんだけど、うんうん、あのね、やっぱりなんか悩んでて、うん、なんかどうしていいかわからないっていうことがあったら相談に乗るよみたいな、うんうん、そう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 、うん、まあ、私はこうだったみたいな、もうそれ、うん、それしか語れないからね、そう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 、うん、やっぱなんだかんだで人間って経験からしか物語れないものが多いよなとは思いますよね。多いと思うけどね、うん、まあまあまあ、あとはね、うん、それこそ本読んだりとか、そうそうそう、うん、まあ疑似体験っていうのかな、そう、まあ疑似体験も含めてのね、うんうん、そういうことだと思うんですけど、うんうんうん、まあそんなちーちゃんですから当然目立つことは好きですね。ヨルミさんなんかイエスって言ったんだけど、なんか今日ちょっといやなんかなちょっとね、なんかなんとなく帰り自転車乗りながらね、うん、あの思ってたんだけど、そう、うん、あのそう帝さんに聞きたいことっていうのはあの、はい、バンドっていうかなんか音楽やって詳しいですね。放送聞いたから。あ、すごいな。どんだけ遡って聞いたんですか。なんか、うん、いや、確かにそうですよ。はい、やってましたよ。そうそう、うん、そう。で、うん、なんかね、私そんなに目立つこと好きじゃなかったんだけど、以前は。そこまで。あ、そうですか、うん。ただ、なんか前に出させられることは多かった。なるほど。なるほどね、なるほどね。うん、なんかそれはなぜかっていうと、緊張してるように見えないからなんだって。あー、なるほど。なんか自分はもう手汗びっしょりなんだけど、結構、ね、ハイスピーチやってとか、そう、ハイスピーチやってとか、なんかそういうのって、で、うん、自分が、あ、目立つこと意外と好きかもって思ったのはバンド始めてから。あ、そうなんですか、うんうん、バンド何やってたんですか、バンド。私はバンドでエレキウクレレとボーカルをやってました。エレキウクレレ、エレキウクレレ、エレキウクレレってあんだ、まず。ああ、あるんですよ。そう、ああ、なるほどね、うんうん、そうか、なんか、ね、コミックバンドですかそれ。でもちょっとコミックバンドみたいな、まあね、なんかサディスティックミカバンドのカバーも、なるほど、そう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 、うん、ガチャガチャした感じ。そうですね、あの、まあウクレレっていうとなんかマキシン実証みたいになっちゃうからね。かあーあーやんなっちゃったっつって。まあまあそんなのはどうでもいいですけども、でこれ浜ちゃんの流れなんですか、あの、うん、じいちゃんは。そうです、そうです、浜ちゃんは先輩ですね、私の。ああ、なるほど、うんうん、どういう先輩なの。あれですね、あのこれなんか言っちゃっていいの、こういうのなんか言っていいのかどうか分かんないなと思って。あ、いや、まあ、まあ、任せますよそれは、うん、まあ立憲民主党の、うんうん、
制作員っていうのを私はやっているから。なるほどなるほど。あ、そういうことですね。で、初対まあ、ハマちゃんが親しみにくいっていう人いねえと思うけどね。いないと思うけどね。いないでしょう。そうね。ちょっと、並べてみたかったですね、自分だから。あ、なるほどね。あの、こっちが本命だったわけね。そうそうそう。で、小賀ちゃんは初対面から親しみやすかった？うん、イエス。本当ですか？親しみやすかった。なんだろう、なんか、名刺交換して、あれだよね、居酒屋で。あ、そう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 。話したんだよね。そうそうそう。うん、あの、視聴プレゼンの後ね。ちょっと。そう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 。あ、あん時か。ああ、そう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 。なるほど、なるほど、なるほど。で、あれでしょ？ちーちゃんがその、駐輪場に自転車止めてたら、そうそうそう10時で閉まりますとか言われて、そうそうそう言われて、結局自転車に翌朝取りに行った話です。そう、取りに行ったのよ。そう、本当に。もうそう、本当、10時と11時勘違いしてた、多分ね。もうそう、世のからね、遠いんだよ、サウスピアは。サウスピアね、遠いよな。遠いよ。あ、世のからだったら遠いよね。ね、まあ、僕もね、自宅はね、南世野ですからね。おーおーおー、ね、あの、埼玉台のとこなんで。うんうん。まあ、遠い、武蔵浦和って遠いんだよ、あの。ちょっと遠いよね。そう、あの、他もあるしね。埼京線で行くんだったら、あっという間だけどさ。あ、そう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 。うん、電車ならあっという間なんだけど。電車ならあっという間だけどさ。うん、電車で来いよって話なんだけどさ。何だったかな、なんか事情があったんで、なんか別の場所に行ってたんだと思って。ああ、なるほど、ね。ほら、旗立ててね、旗立ててやるのかもしれない。思い出した。うん、思い出した。南浦和にいたんだ。南浦和。ああ、なるほど、南浦和。うん、まあ、確かにね、それだったら来ちゃうね。来て、うん、そうそうそう、自転車の方がいいでしょ。うん、そうね、あの、まあ、あの、家から自転車で南浦和に行ってんだったら、まあ、自転車で行くしかねえもんね。そうん。南浦和にね、チャリンコ置いて、あの、なんだ、武蔵野線でってわけにいかねえもんな。そう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 。うん、ちょっとね。微妙なね。うん。うんうんうん。でさ、もう時間もあれだからなんだけどさ、埼玉県の魅力を100個以上言える。すげえな。言えると思う。言えると思う。言えると思う。まあ、100個ってのは、まあ、あれだけども、あの、実際に100個言えるかって言ったら、あの、結構厳しいかもしんねえけど、でもやっぱりいっぱい言えるってことですよね。言えるともう、あの、なんかほら、ひねり出せばさ。まあ、そうね。何でも言っちゃえみたいな感じだったら言えるわな。ミカドさんっていう素敵な人がいる、オガちゃんっていう素敵な人がいる。これで2つですね。ああ、そう。いや、だからね、もう、まあ、こういうさ、ポジティブ思考がいいんだよな、多分ね。確かに確かに。うんうんうん、うん。そうだよね。うん。だから、こういう話ができるのかなと思うけども。うん、で、まあ、あんま時間ねえからあれですけど、なんか、オガちゃんとミカドに言いたいことは聞きたいことがある。まあ、なんか、ミカドに聞きたいことはさっきちょっと回収しましたけど。そうそう、バンドの話。そうそう、そう、うん。バンドの話回収しましたけど、なんか、オガちゃんに聞きたいこととかあります？ある。おがちゃんに聞きたいことは、なさそうだね。あの、いや、あるんだけど、なんか、これはなんかちょっと、ラジオで言う話かな、みたいな。何聞いちゃうのよ、それ、うん。ちょっとあるので、なんか、個別にメッセージ送ります。あ、そうです。結構具体的に聞きたい話が。あ、でも、まさかの。あの、来年の、春先のスケジュールですね。なるほど。あの、デートが入るかもしれないって。またまた。またまたって。またまた。入らないことが、ね、確定します。何言ってんすか、もう本当に。二人でイチャイチャするんじゃないよ、もう。そうそうそう。ね、そうでも最初ドキッとしましたね。ナンパされるんじゃないかってね。そんなことないと。ちょっとなんか私が まとめに入っちゃってなんかいいのかわかんないんだけど、いや、いいよいいよいいよ、全然まとめちゃっていいでしょ。いいよいいよ。なんか、うん、まとめて、さっきのね、なんかあのゼネラリストの話なんだけど、はいはいはい、あの政治のことやってるとやっぱり、うん、まあいろいろな話があるわけですよ。まあ、まあ、そうだ、それはそれはバーでしょう、うん、そう、本当にいろいろあるから、あ、いろいろやっててよかったなって思ったの、うん、あ、そうだね、確かに確かに、うん、持たないといけないですからね。まあね、政治をやろうっていうかね、あのそういう風にやろうと思ったらやっぱりそれの方がいいもんね、絶対ね。うん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 、うん、話が分かるし、あの、そうね、教えてることがね、うん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 、そうそう、そう、ね、でやっぱ政治家になろうって人はさ、あの、まあ、あの
政治家に ならなくてもいいんだけど、その政治に携わろうって人は、うんうん、やっぱあのスペシャリストじゃちょっと厳しいよね。スペシャリストをね、なんか、うん、法律のスペシャリストとかはありえるかな。あ、まあ、いるか、いる、いる。うん、でもやっぱ、ものによるよね、やっぱ、うん。それは思う。なんかこう、スペシャリスト出身の人ってさ、なんか、あんまり庶民の気持ちがわからないみたいなところがあるからね。そうそう、寄り添わないといけないしね。そう。寄り添わないっていう言い方変だったな。うん、そうそう、うん、寄り添っていきたいわけだから、そうそう、行きたいわけだから、そうそう、うん、そうっすよね、うん、はい、ということでまだまだお話をお伺いしてたいところの、もうやっぱり30分じゃ足らなかったなこれね。また来る。いや、もう、うん、来なよ。また来なよ。また来る。うん、うちさ、あれなんだよね、 VIP ルームのゲストに来てそのまんま月1パーソナリティになりましたとかっていう例が結構多いから。そうなんだ。うん、今日ね、残念ながら浜ちゃん来れなかったけど、そうそうそう、うん、来週も月1で浜ちゃんが来たりするんで、うん、あ、そうなんだ。はい、本当にリスナーとしても聞いてもらいたいですし、うんうん、興味があるんだったら、とりあえずアシスタントからスタートしたいただいて。あ、そこはね、三角形の昇級とかあるみたいな感じでね。そう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 。ということで、オールナイト埼玉 VIP ルームは終了となりますけれども、このコーナーの最後にちーちゃんからリクエストいただいていた曲をご紹介いただきたいんですけど、はい、これはまあ我々世代にとってはね、ということですけども、これユニコーンですよね。うん、そう、ユニコーン。うん、で、まあ時期的にもっていうことですか、やっぱりこれは。時期的にもってことですね。あ、そう、時期的にも。なんかすっごい迷って、うん、バンドで、まあまあコピーバンドだったから、バンドでやってた曲、うん、なんかもうね、実はね、選曲するの1時間ぐらい悩んだの。すげえな。そんな悩んでくれたんですね。すごい、ありがとう。真剣に選びました、私。ああ、なるほど。すごい真剣。まあ社会派って言ってるから、なんか一応社会派な曲がいいから、最初は青空にしようと思ったの。ブルーハーツ。ああ、はい、ブルーハーのね。うん。そう。あれが結構私たちのバンドの思い出の曲で。なるほど、なるほど。うん、そうそうそう。で、うん、だけどなんかなんとなく季節的に違うかなと思って、なるほど、すごい、でユニコーンになったわけですね。ユニコーン、はい、はい、ということでじゃあ曲紹介の方お願いします。はい、ユニコーンの雪が降る街、よろしくお願いします。はい、はい、楽しいお話ありがとうございました。ちーちゃん、ありがとうございました。鈴木ちさ子さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ぼーっと生きてんじゃねえよ。おがちゃんに叱られるじゃなかった。おがちゃんとみかどのオールナイト埼玉。ラジオ飯テロプロジェクト。埼玉市、埼玉県を中心に美味しいお店、素敵なお店、面白いお店をご紹介するラジオ飯テロプロジェクトのお時間です。はい、というわけで今夜もド派手に飯テロ爆弾をお見舞いしてやるぞー、してやるぞー、ブカーンっていうね。はい、ということで、すっかり月1コーナーになっちゃいましたね、このコーナーも。そうですよ、ね、いや、やっぱさ、その月1パーソナリティさんがいっぱいいるからさ、うん、ね、でしかも伸びたらいかんからってさ、そのコーナーをあんまり詰め込まないようにしようっつってやってるからさ、うん、出番がどうしても少なくなるよね。そうね、うん、そうだね。昔はさ、俺ら二人でやってた頃はさ、困ったら飯テロ行こうみたいな感じだったよね。とりあえず飯テロ行っとこう、ね、ネタに尽きたら、そう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 、うん、うん、飯テロ行こうっつってやってましたけども、ね、特にオフシーズンはそうですね。そう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 、シーズン中はね、野球の話してればいいから。そうそう、だからあれだったよね、野球、だからネット裏か、うん、ネット裏か、これだったよね。
うん、そんな感じしない？ネットオーラがこれだったよね。そうそうそう、なんか懐かしいなと思いますけども、今やね、あのコーナーを入れる隙がないみたいなね。いや、もういいじゃないですか。そんな状況になっちゃう、うん、もういいと思うけどもね。はい、でですね、これもお便りが来てんだよな。本当嬉しいよね。うん、いや、ほんとラジオらしくなってきたよね。そう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 。で、ですね、こちらはですね、ラジオネーム、長崎の方言を紹介してほしいからいただきましたけれども、うん、これあれですよ、あの、ミカドラボでさ、俺が、うん、ミカドの言葉学っていうのやってるんですよ。はい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 。あ、やってますね。うん、やってます。で、それの、ね、残念、それは方言ですっていうシリーズが、結構続いてるわけですよ。はいはいはい。うん。で、それで、なんか、長崎の方言を紹介してほしいって、多分そのことだろうなと思うんだけど。なるほどね。うん。で、この長崎の方言を紹介してほしいかんさんから、いただいたのがですね、これ、三軒茶屋にあります。うん。ライライライというお店でございます。おお。これがね、まあ、要はさ、ちゃんぽんの店なんだよ。あ、そうなんだ。そう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 。ちゃんぽんが売りの店なんだね、ここ。それでね、あれね、長崎の方言っていうのがね。うん、そう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 、そういうことなんだろうなと思ってたんだっけ、俺。なるほど、なるほど。うん、で、実際その通りで。で、うん、これね、ライライさん、ライライライさんには、お店さんにはね、はいはいはい、もしかしたら失礼に当たっちゃうのかもしれないんだけどさ、うん、ほら、なんていうの、北ナシュランっていうのがね、なんかほら、町中華的なさ、なんかこう、なんていうの、安っぽい言葉で言っちゃうと、汚ねえ店だな、みたいな、なんかこう、もう昔からある食堂ですみたいな。ああ、なるほどね。うん、うん、それに近い。うん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 、完全にそれじゃないんだけど、うん、完全に北ナシュラン的な感じではないんだけど、あ、いやいや、なんかこう、すごいあったかみのある感じのね、ちっちゃいお店で、これ三軒茶屋にあるんですけど、うんうん、これね、まあ、僕実際に行ったことはないですけど、当然、うんうん、でもね、美味しそうよ、このちゃんぽん。そうだね、うん、美味しい。なんかね、本場な感じする、これ。うんで、ね、やっぱさ、いいね、ちゃんぽんといえば、なんか東日本の人にとってはリンガーハットぐらいしかね、あれなんだけれども。そうだね、うん、でもね、やっぱね、本場のちゃんぽんってうまいんだよ。ちゃんぽん、これ、うん、あ、なんかちょっと平たい。そう、平たい、まあ、リンガーハットも割とさ、平たい丼で出てくるよ。うん、あ、そこそこ。うん、なんだけど、でもね、向こうのやつはさ、もう本当に、こんな感じよ。ああ。うん。なんかほら、皿うどんあるじゃないですか。皿うどん、うん。あれと同じような皿に入ってるから、なんか、一見、見分けがあんまりつかない気がする。うん。でもさ、ほら、いわゆるラーメンとちょっと違うからさ、うん、中華鍋の中で一緒に煮込んじゃうじゃん、あれって。ああ。ちゃんぽんって。はい、はい。うん、だからね、こういうのがね、やっぱね、いいんだよ。うん、そうね。確かに。うん、やっぱさ、修学旅行でもさ、俺、長崎、割としょっちゅう行ってたわけよ。うん。もう行くたんびにね、先輩の先生からさ、はいはい、先生にさ、なんかいや、美味しいちゃんぽんのお店ないですかつって聞いて。そんで、生徒たちが自主研修やってる間にそういうとこ行くわけよ。うん、うん、やっぱ本場のはうめえなと思うのね。うん、確かに。いろいろ行きましたけど、でもね、なかなかね、こっちの方ではあんまないのよ、なんか本場感のあるやつが。はいはいはい。うん、リンガーハットで我慢するかって、まあリンガーハットに失礼かもしれないけど、まあそうなっちゃうわけじゃん。そう ね、うん、リンガーハットも美味しいけどね。うん、うん、美味しい。うん、これ結構細いよね、うん、麺がね。そうかもね、見た感じは。でもね、あかね、これリンガーハット基準だからかもしれないけど、そう、これが普通ぐらいですよ。ちょっとね、太い麺でね、
あはあの、うん、ちゃんぽんっていうのはさ基本的に太いストレート麺だから、うんうん、あの縮れ麺じゃないのよ。そうだね、ちゃんぽんでね縮れ麺が出てきたらふざけんじゃねえぞってなるんだよねはい、っていうような感じですけども、うんうん、ちゃんぽんね、美味しいお店ね、あの俺ほんとちゃんぽん好きだからさ、あの好きだな、うん、だから本当に美味しいお店知ってたら本当にあのリスナーの皆さんからね紹介してほしいなと思いますよね、うん、ああそうね、はい、ということでじゃあリスナーご推薦が、こんなところでということでいただきました。ありがとうございます、はい、一発目炸裂しました。じゃあ、うん、今度大賀ちゃんの方からですね、はい、あ私はですねこれそう紹介したことあるかなと思って調べたんです、あのなんていうの、うん、過去の台本見てみたんですがなかったんで、はい、あの紹介したいと思います、うんうん、こちらですね天ぷらですね、天ぷら、あ天ぷらいいじゃない、浦和にありますね富士っていうお店なんですけど、うん、そうですねこちらがですね、うん、お昼がなんと15食しかないと、いうランチが、そう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 15食限定なの、そうなんです、で席数もそう席数も7席しかないのかなカウンターで、あっなるほど、あれか要するに目の前で上げてくれるスタイルだ、あそうですそうですそうです、あじゃあそじゃあそれは納得だわ、でもね、うん、その割にはね値段があれなんですよ安いんですよ、あそうなの、ですね天丼いくらだっけな、990円だっけな、あ安い、天ぷら定食で1100円、これ安いな、そう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 、いやあれだよ、あの目の前で揚げてくれる天ぷら屋でさ、あの夜なんか入ったらこんな値段じゃ済まないぞ、そうですね夜なんかね3500円のセットがあるのかな夜、あそれでも安いよ、ね、全然安いよ、そうなんですよ、うん、そうだってランチだってそういうお店で行ったらそれこそ3000円ぐらいする、そう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 、だから、うん、ねえ、いや、うん、これで15食しか作らないっていうのがすごいなって思います、それこそ、いやでもさあれだよな、あの目の前で揚げてくれる天ぷらってさなんであんなうまいかね、ああ、うん、ほら目の前で揚げてくれてさ、その何あの皿とさ、まあ、バットの場合もあるけどさ、はいはいはい、皿にこう返しがこう敷いてあってさ、うんうん、でそこに揚げたやつがあの、はい、エビ天でございますとかつってパッて、あのあこちらはあの抹茶塩でお召し上がりくださいとかってやるじゃない、そう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 、それがねたまらん、ね、もうそれだけでたまらんうまいよね、うん、いいんだけどね、そうなんですよ、うん、だから、うん、やっぱりねもちろん、うん、そこの目の前でやるからやるというか、うん、あの、うんうんうん、作り置きをしないから、そうね、うんうん、待っててねっていう感じでこう、うん、一人でやってくれるわけですよ。ね、女性のどれぐらいかな、40代かの、うん、の方が一人でやられてるんですけど、あ、その時はそうなの、そう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 、多分その方がオーナーなんじゃないかなと思うんですけど、いやそれすごいね。やっぱりね、測ったようにこう、あれなんですよ。ちゃんと綺麗、なんていうのかな、手さばきも、手さばきというか、揚げる時の所作も綺麗なんですよ。うん。わ、はい、かる。あの、天ぷら目の前で揚げてくれるところでさ、その揚げるところを見るとさ、やっぱり感動するよね。そう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 。あ、無駄がないなと思って。うん。その、動きに。そう。衣の花の開かせ方とかもさ、ね。でしかもさ、その、あの、油も綺麗じゃない、すごく。そう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 、うん。だからね、やっぱり美味しいところって、油がいいし、うん、衣が薄いんですよね、やっぱり。そうそうそう、そう。薄付きなのに、すごく食べると、カリッサクッみたいな感じなんだよ。でしかもこうね、うん、綺麗にこう黄金色というかね、あのきつね色というか、きつね色よりももっとあれかな、薄いよ、薄いかな、薄いよ、黄金色の方が近いかな、そう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 、いや綺麗ですよ、そう、それが出てくるわけですよ、990円でね、エビが2本乗ってますからね、まずね、いや安い、それは安い、エビ2本と、あと魚はね、やっぱりあの白身の、うん、まあ基本奇数かな、うん、あれはうまいんですよ、やっぱり、
キスがうまい、天丼はうまいですよ、やっぱり。いやいや、キス天うまいよな。ね。うん。キス天、穴子天をしっかり揚げられるところは、パーセント。そうね。うん、あとあれね、個人的にはナスとかで見ますけどね。あ、ナスね。まあ、ナスもさ、ほら、ちゃんとさ、下ごしらえとかさ、処理が良くないとさ、色悪くなっちゃうからね。そうそうそう。しかも、つぶつぶ入ってんじゃん、みたいな感じのね。さあ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 。あんなの絶対ないですから、ほんとに。うん。でですね、はい、こちら、うんうん、まあ、美味しいんですけども、うん、まあ、ランチとかの時間帯が、要は15食出たら終了ということで、うんうん、大体ね、もう、開店が11時。なるほど。とかなんですけど、うん、もう並んでるわけです、11時の前とかで。あら、並んでんだね。そうそうそう。で、もう2週で終わりみたいな感じなんだりとか、日によってはもう、予約入ってるんで、もうランチやりませんっていう、あらら。もございますので。なかなかレアだね。そうですね。はい。こちらね、多分、うん。はい。こちら、事前にね、よくよく調べていただいて、やってるかどうか。そうですね。はい。ということで、じゃあ、ちょっと曲いってみましょうね。はい。うん、私はね、難しいことを語ってる曲ということで、今度はあれですね、冒頭はね、うん、恋はクエスチョンでしたけども、まあ似たような感じですね。はい、ああ、そうね。恋愛の方になりますね。うん、恋愛だね。うん、こちらはアニメの主題歌かな。はいはいはい。ですね、理系が、恋に落ちたので証明してみたという。もうエンディングテーマでもあります。そういうアニメがあるんだな。はい。うんうん、まあ、これもね、さっきマスターさんが言ってたような、要はよくわからない、こう、オイラーとか出てきますからね。ああ、オイラーの定理。うんうん、あ、そうそうそう。もうフェルマーとかも出てきますからね。あ、フェルマー。うん、ね、五感だけで使ってるんじゃねえかっていう感じはしますけれども、はいはいはい、はい。まあ、それにイライラせず聞いていただければと思います。はい。はい。では聞いてください。七分かりフィーチャリングソーで、チューリングラブ。はい、聞いていただいております。チューリングラブですね。うん、はい、ああ、なんか俺さ、タイトルからしてさ、うん、なんかまた、ボカロ持ってきたかなとか思ったんだけど、違ったね。うん、あ、そうね。うん。だった、この人も、編曲とかの人も、うん、そうかな？ボカロ P かな？ああ、なるほど、ね。歌ってもいるけど、そう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 。うん。でも声はボカロじゃねえんだな。あ、そうそうそう。これは実際にいます、います。なんかね、アニメ声の人だね。そうですね。うん。確かに確かに。うん。証明しようって何言ってんだよと思う。イライラすんだってことだ。いや、すいません。すいません。イライラしちゃいました。はい、ということで聞いていただきました。理系がね。理系がね。理系がね。証明してますから。あ、でも、恋の方程式をさ、解いた人誰もいないやん。まあそうね。あ、いや、じゃあ、ガリレオ先生とかに託しますかね、ガリレオ先生ダメだよ、だって。ガリレオ先生そういうの、辛口ダメだから。あ、ダメだった。うん、ダメなんだよ。あ、じゃあ、島崎公に期待しますかね。ということでね、はい、聞いていただきましたけども、さて、はい、ちょっと時間もあれだけど、ちょっと急いでやろうか。はいはい。ね、私の方から紹介するのがですね、うん、こちらがですね、ツバメグリルというところでございます。はいはい。こちらはですね、本店がね、品川にあるんですよ。うん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 。洋食屋さんなんですけど、そう、見たことある。でしょ、うん、で、このツバメっていうのは、これあれですよ、旧国鉄特急ツバメ。そっから来てんだね。うん、そうそうそう、スワローズもその特急ツバメから来てるわけでしょ。あ、そうか、だって国鉄ですもんね、もう。そう、もともと国鉄ですから、国鉄スワローズですから。はい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 、うん、だからまさにそのツバメグリルっつって品川の駅前で創業して、そのツバメグリルっていう、うん、でね、俺ね、なんかでね、うん、ネットのさ、そのグルメ記事かなんかで、うん、見たわけ、ツバメグリルの、うん、紹介を、うん、ね、そので、そんでさ、うまそうだなと思って、食いてえなと思ったら、これ新宿のルミネにあったんだよ。うん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 。まあ新宿はテリトリーですから、私、うん、はいはいはい。だから、その行ってみたわけ。うん。行ってね、食べたらさ、まあなんていうの、ね、控えめに言って、最高。
うわこれさ、そのあのね、ツバメ風でね、名前も洒落てんだわ。うん。ね、ツバメ風ハンブルグステーキっていう。へえ、ハンブルグ。うん、そう。だってハンバーグステーキってさ、そのあのハンブルグのあのハンブルクの英語式の発音じゃん、ハンバーグ。あ、そうか、そっから来てんだ。そうだよ。知らんかった。そうだよ。ハンブルグ、あのドイツのね、ドイツの、はいはいはい、ハンブルグステーキなんだけど、その、うん、ハンブルグをあの英語で発音するとハンバーグになるから。なるほどね。うん、ハンバーグってなるから。ハンバーグ、ハンバーグ師匠じゃないかって感じ。師匠落ち着いてくださいっつって。だから、その、それを名前にしろよ、ハンブルグステーキ。あー、これがさ、すげえんだよ。あのね、ホイルで包まれて出てくるの。あー、はいはい、ホイルに包んで焼いて出てくるわけよ。はい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 。なんかいい、ね、そんで、ほら、あの、波のさ、あの、店だったらさ、その、ホイル焼きですって言いながら、ホイル開けた状態で出すじゃん。あの、あ、はいはいはい、お待ちどおさまでしたって出すじゃない。あれ見た、ね、違うんだよ。閉じてる状態で来るんだよ。あ、そうなんだ。それで、ご自分で開けてくださいスタイル。はあ、なるほどね。で、それでさ、その、ナイフとフォークでさ、こうやってホイールを開けるとね、うん、中でさ、ジャーっていうのがさ、出てくるわけだよ。もうね、ハンバーグでーみたいな感じですね。じゃーんみたいな感じなんですよ。もう、うん、ほんとすごいんだから、これはね、たまんないよ。うん。うん、で、上にさ、その、あのね、要するにさ、ブラウンシチューソースっていうのかな、あのドミグラスソースがかかってるわけ。はい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 。で、要するにさ、そのビーフシチューのその、あの肉の塊みたいなのが上に乗っかってんの。これもまたいいしさ、ね、で、なおかつ付け合わせでポテト定番じゃん、うん、あとクレソンとか定番じゃん、ね、だけどさ、ポテトはさ丸々1個、あー、もうじゃがいもが乗ってんの。じゃがいもが焼いたやつが、で、それがさ、あの、丸々1個なのにさ、すげえね、ホクホクなんですよ。あ、いいっすね。いや、これいいよ。だってね、隣に座ってたさ、なんかさ、こう、ちょっとあの、なんていうの？こう、意識高い系カップルみたいなのが座ってたのよ。その時、俺が行った時。ね、うん、で、その、意識高い系カップルの女の方が、あの、うん、女の子の方が、これポテトがさ、意外と美味しいんだよね、って言ってて。あ、うん。うん、俺も、うん、その通り、と思って。いや、ほんとこれはね、行ってほしい。うん、いや、もうほんと控えめに言って最強だよ。うん。うんうん。これたまんないから、ほんとに行ってほしいなと思ってます。ということでですね、ぜひ、ツバメグリル。ね。おすすめでございます。あの、東京だとね、新宿のルミネとかが一番多分行きやすいかな、埼玉から。うんうんうん。うん。横浜とかにもあるし、あとはね、あの、私のフィールド中央線沿だと、あの、荻窪にもあるんだよ。うん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 。うん。うん。だから本当にね、これおすすめですから、ぜひ、行ってもらいたい。いつかね、はい、あの、品川の本店にも行ってみたいね、と思ってますけどね。はい、ということで、ドカーン！ドカーン！はい、ということでいただきました。はい、全般的にね、全部重めでしたけどね。重かったね。今日は重かったよ。はい、ということで、じゃあ、はい、じゃあ曲いってみましょうね。はい、はい。はい、こちらはですね、あれですよ。陽水さんですよ。いや、ほら、陽水さんはさ、全般的にさ、難しいから。うん。うん。何言ってんのかよくわかんないってとこあるじゃん。うん。ね。まあまあ。うん、そうね、言葉選ばずに言うと、そうですね。そういうことでしょ。で、その中でも特に何言ってるかよくわかんない、はいはい、っていう、歌を選んできました。うんうん、はい、ということ。これね、ニュースステーションのエンディングかなんかで使われてたんじゃないかな。ああ、そうなんだ。うん。っていうふうに思いますけど。さ、じゃあ、聞いていただきたいと思います。はい、井上陽水さんで、最後のニュース。
どのオールナイト埼玉聞いたってやー、あー青春、あーあーあー青春の日々を、青春時代の甘酸っぱい思い出、苦い思い出、感動の体験などをご紹介するあー青春のコーナーです。はい、ということで1年ぶりのこのコーナーでございますけれどもですね、うん、いや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 、まあね、まさか来ると思わなかったね、これ。いや嬉しいじゃないですか。いやいいことですよ、嬉しいですね。ということで早速じゃあね、初ですよ、リスナーさんから寄せていただいた青春エピソードをご紹介することができます、はい、ということで、じゃあ小賀ちゃんの方からおはがきの紹介をお願いします。はい、ラジオネーム佐藤さんからいただきました。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、パーソナリティの皆さんこんばんは。はい、こんばんは。はい、あ、いいね、これラジオっぽいね。うん、こんばんはっていう感じですね。そう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 いいね、うん、いいわ。私が高校3年生だった頃の話を少しさせてくださいと、うん、受験の天王山とも言われる夏休み、通っていた高校ではさまざまな講習が開かれており、私もいくつかの講習に参加しました。はい、その中でも日本史の論述講習は自分にとって大切な思い出となりました。あ、これいい思い出の感じですね。あ、いい思い出ですね。はい、うん、担当した先生は参加者が私だけだと分かっていながら問題を用意し解説をしてくれました。わざわざ一人のためだけに学校に来てくれたのです。全力で自分のことを応援してくれる人がこの学校にいたと思えたことがすごく嬉しかった。彼はいつも教科の知識だけでなく考え方や知識の使い方などを教えてくれた。受験が全てではないと感じていた僕にとってはとてもためになる授業で、今も自分の糧となっていると感じている、ありがとう先生と。あら、いやー、なんかいい先生ですね。本当ですね。ね、うん、いやなんかね、ミカドさんのスタンスとちょっと似てるかもしれないですけどね。うん、日本史の先生が。ほら、受験が全てじゃないぞみたいなことはね、多分。そうですね。私もそういうこと言ってますけど、でね、これね、ありがとうございました。ラジオネーム佐藤さんからいただいたんですけども、うん、ね、これね、実はね、台本には載せてないんですけど、添えられてた画像があったんですね。はい。うん、その画像を見たらね、分かりましたよ、このラジオネーム佐藤さんの正体が。うん、僕の教え子なんですよ。あ、じゃあ、これは先生、三門先生ですか。そうです。話は、あー、素敵な思い出になってるじゃないですかね。いやー、そんな風に言ってもらえると思わなかったよ。そうだぞ、小山君も感謝するんだぞ、本当に。いやさ、いや、これ実話なんですよね。うん、確かにね、論述の講座作ったのよ。はいはいはい。うん、まあ世界史担当のね、俺と同い年の、うん、やつがさ、論述講座作るって言ってたから、じゃあ、はいはい、まあ合わせて日本史も作ろうかと思って。うんうんうん、で、これ多分ね、まあこれ夏期講習だよ。ね、うん。うん。で、うちの職場の場合さ、その夏休みっていうのは、必ずしも、出勤しなくてもいいのよ。うん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 、要は部活とか業務がなければ出勤しなくてもいいのね、うんうん、教員も、はいはい、うん、だから極端な話、講座を開講したはいいけれども受講者が誰もいなければ行かなくていいわけよ。うん、うん、でしかもさ、一人だったらさ、極端な話、俺忙しいからさ悪いんだけどさ、その通点にしないみたいな、その通信添削にしないみたいな感じで言っちゃう人もいるのね。はいはいはい。うん、この日に、講座一応、やるけど、教室作んないで、俺んとこ直接持ってきなよって、俺この日に来るから、その時にまとめて持ってきなよみたいにしてやるパターンもあるのね。うん、うん。うん。お金もらってないから、この講、夏期講習っていうのは。ね、お金もらっててそんなことやったらまずいんだけど。そうだね。うん。お金もらってないからさ。別途料金をいただいてないので、まあそういう形にしちゃうこともあるんだけど。うん。
あのね、もう、まあ一人でもいたらやるしかないよと思ってさ。まあそうだね。うん。で、受けたいって言わんね。うん。で、まあ開校してる、まあ3日とか4日とかの日程で開いてたのかな、確か。うん。うん。行ったんだよ。うん。で、毎回問題、事前に問題渡して、これやってきなよとかつって。はいはい。で、添削して、目の前で。検索して、うん、いやこれはさちょっと違うよとか言いながら、うんうん、もうちょっとさそんな軽い感じのね、あのこれは知ってますよみたいなこと書いてもさ点数なんないんだよとかって言いながら、うん、うん、もっと深く考察しないとダメよとかつって、なるほどね、うん、で深く考察するためにはあの受験の知識だけじゃダメなんだよつって、うん、もっとね幅広くさってこう捉えないとダメよみたいなことを、うん、あのやってたんだよね偉そうに、うん、でこの子ね東大目指してる子だったから、ああそうね、うん、いやなんか話聞いててあそうかもと思いながら、うんうん、で東大の受験問題なんてさもうあの知識いらないじゃん極端な話、そうねいらないです、ああの極端な言い方すればよ、うん、うん、だって総計みたいなあれ覚えないですからね、そう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 、あのマニアックな知識一切いらないのよ、うん、うん、そうじゃなくてあの誰でも分かるような素材からあなたは論理を構築できますかっていうところが問われるわけじゃん、そうそうそう、うん、ね、だからそんなねこれ知ってますよみたいな書き方じゃダメだよっつって、うん、うん、それじゃダメよっていう風にな話をして、だからもう受験の知識を詰め込むんじゃなくて、もういろんなことやんなみたいなことを言ってたの俺、うんうんうん、偉そうにさ、うん、自分東大受けたこともねえのに、いやいいじゃないですか、いい合ってますよ、うん、ってます、うん、だからそういう話ですよね、いやでそういう風に後になってからね言ってくれるっていうのは、まあ、まさに俺が目指してるところですよね。その場では絶対受けが悪いと俺思ってるのよ。自覚してるのよ、うん。うん。だって受験の受かり方なんて一切教えないから、俺。うんね。いわゆる、その、ね、なんとか大学対策みたいなこと一切やんないから。いやいやいや。うん。そんなことよりも、その、20年後、30年後に、使える、スキルを身につけた方が絶対いいっていう、うんうん、そういう主義だから、何親の小言と冷や酒は後から聞くっていうのがもう特に歴史の場合なんかそうなのよ、うん、うん、だからそれをずっと言い続けてさ、はいはい、うん、っていうことでしたかね、これはね、はい、うん、うん、いやー、確かに、ありがとうございます。本当そんなこと言っていただいて、うん、はい、ということでね、いやこういう話もいいですけど、うん、やっぱ失敗談とかもいいね。まあまあまあね。うん。いや本当ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでこれからもお寄せいただければ助かるなと思いますけれども、ね、はい、青春エピソードお待ちしておりますので、はい、このようにねどしどしお寄せください。はい、ということでじゃあ、曲の方お願いします。はい、難しいことを語ってる曲、はい、これはですね、うん、まあタイトルがね紙っぽいなっていう、うん、紙っぽいな、うん、そうなんですけど、まあ紙ね、まあ、まあ、うちの番組は割と紙がね。そうそうなんですけど、要は世間ではその紙とかって言葉が要は、うん、ね安易に使われているというかね、安易に使われている、とか、他にも要はなんとか風みたいなのがたくさん出てたりとか、うん、なるほど、なんかそういう感じで、うん、なんていうのかな、多分紙のありがたさとかに、うん、なんていうのが陳腐化してるんじゃないかとかね、なるほど、いろんな用語とかね、なるほど、安くなってんじゃねえかってことね、うん、そうそうそう、そういうのに悟ってしまったらちょっと生きにくい世の中だねっていうのを、うん、はい、深いね、それはまた。なってるんじゃないかと。これはもう、うん、あれ、それこそボカロですね。はい。あ、こっちがボカロなんだ、ね。あ、こっちがボカロです。はいはいはい、はい、うん。では、聞いていただければと思います。はい。ピノキオピーで、紙っぽいな。
殴ったね。親父にもぶたれたことないのに。オガちゃんとミカドのオールナイト埼玉。オガちゃんのカリスマパーソナリティへの道。はい、3年目の正念場、戦力外通告されないよう、私オガちゃんがトークスキルを磨いていくオガちゃんのカリスマパーソナリティへの道のコーナーです。はい、ということでございましてですね、カリスマパーソナリティの道、普通でしたらばですね、ボスの方から指令が届くんですけれども、もう指令は伝達済みということでございましてですね、はいはい、あれは前回はいつだったんだっけ、前回いつだ、あれか、10月末か。あ、そうですね。うん、あの泉さん来た時だよな。うんうんうん、そう、うん、で、その時にですね、月一パーソナリティさんについて、本当のとこどう思ってんのか語れっていう、そういうミッションが与えられたわけですよね。うん、で、あの時は、泉さんと、それから浜ちゃんと、奥山です。奥山さんね。うん、3人語ったわけですね。まだまだいっぱいいますから、月1パーソナル。そうですよ。はい、ということで続きを語っていただきましょうということになっておりますので、はい、今回ボスからの指令のテープはございませんということで、早速ミッションを遂行していただきましょう。お願いします。はい、そうですね、うん、じゃあ次、3人紹介したんで4人目ですかね。うん、そうですね、うん、4人目だと、うん、じゃああれですね、うたさんになりますね。あ、うたさんですか。そうですね、うたさん。そう、うたさんは、事前にというかね、うん、こう、なんだろう、ゲストに出てもらう前に、対面でお会いしたのかな、一対一で。そう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 、だから、あれはさ、はい、俺が、初めて、その、スタジオを出て、うん、っていうかな、要するにサテライトスタジオで初めてやるっていう。あ、そうでした、そうでした。関西にいたんですよね、あの時。そう、大阪にいたのよ、あの時。で、そう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 。で、大阪に行くから、で、ほら、あの時はさ、その外から放送するっていうことに不安があったわけ。うんうんうん。要は Wi-Fi しかなくて、その Wi-Fi って切れがちじゃん。うん。だから、万が一その Wi-Fi が調子悪くなって、放送できなくなっちゃったら困るなみたいなのがあって、だから、うん、もう一人用意しといた方がいいよって言って、誰かいないかねっていう風におがちゃんに言ったんだよね、その時。うん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 、うん、したらこういう人がいますよみたいな話になったんだよな。そうですね、うん、あの時はだからゲストが連続したのかな、うん、浜ちゃんと確か どっちが先だっけな、なんか2週連続でしたね。そう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 。浜ちゃんの方が多分先だったと思う。先かな。うん。うん、で、そう、たさんとだから初めて会ったのが、多分その時は9月に出てもらったんですけど、うん、うん、多分冬とかに会ってんじゃないかな、初めて会ったのは。ああ、そうそうそう。だから歌さんって俺は知らなかったもんね。そう。うん。どこで会ったのかな。100人。だ100人会議。会議の他の地域だったのかな、で、あったのかな。ああ、そうそう。で、ほら、うちの100人会議にも来てもらったもんね。あ、そう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 。うん、その前に他の100人会議あったんだっけな。うん。そうそうそう。うん。そう。それで、まあ、冬場にですね、確かお会いしたんですけど、うん、その時は、うん、そう、自分仕事会で早く上がれると思ったら、うん、捕まって、うん、で、多分東京駅の周辺で、ね、歌さんめっちゃ待たせちゃったんですよね、本当に。ああ、なるほど、うん。多分1時間ぐらいも待たせたんじゃないかな。ああ、失礼なやつだな。そうそうそう。6時過ぎにもう定時で上がるぞと思ってたら、全然上がれなかったんだよ、うん、確か。ああ、はい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 。そうそうそう。それで申し訳ないなと思いながら、そう、寒い中で申し訳ないなと思いながら、うん、確か走っていった記憶ありますけどね。うんうん、東京駅の方まで。大手町かな、東京駅の方まで。うん、そう。それで、そう、うん、どこだっけ、なんかビルの中の、どういうお店だったか忘れちゃったな。うん。いいかな。そう、うん、飲んで、うん、
で、あれですよ。あの、うん、要は、コーヒー飲んで。そうそうそう。うん、もう、鉄オタだっていうことがね、まあ、明らかに分かったわけですよ。その話とかから。ああ、そうね。で、それで、なんか、てっちゃんの対抗馬がいますよ、みたいなことを言ったんだよ、お前。そう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 。だって、初対面で初めましてで、その、うん、その途中で、うん、まあね、これは多分、てっちゃんと、うん、てっちゃんというか、じゃなくても、まあ知ってる人は多いかもしれないけど、うん、新幹線、要はね、東海道新幹線と、うん、なんだ、山陽、うん、山陽か、うん。あれで、なんか、東京駅出た時の、こう、車内のね、メロディーが違いますよ、みたいな。それで判断できるんですよ、車両音とかって。確かに違うのは知ってたけど、あ、そういう感じで開けんだ、みたいなのを初めて知ったりとかして。そう、東海道新幹線は、アンビシャスジャパンで、そうそうそう、で、山陽新幹線は、いい日旅だった、ね。そうそうそう。うん、あ、それで見分けんだと思って、そう。うん、だからね、気まぐれで流してるのかなと思ってたけど。違うんだよ。うん、そう、っていうのを話すときからして、うん、で、多分あれですよね。鉄道クイズを。そう。やったわけですよね。で、だから、コーナーで。そうそうそう。そう、ワンミニッツをやったことないんだよ。うん。うん。あ、そっか、ワンミニッツやってないか。そう、ワンミニッツじゃなくて、その鉄道クイズになったんだよ。あ、そうだ、そうだ。うん。じゃあ、あれですかね、今度来ていただいたときは、ワンミニッツ、ワンミニッツやりましょうかね。やろ、うん。ね。ぶつけちゃうよ。抜き打ちで、抜き打ちで。抜き打ちで、抜き打ちで、いつやるって言わないでな。そうそうそう。いつかやる。いつのタイミングかわかんないです。そうそうそう。オープニングじゃないかもしれないし。そうそう、どっかでやる。そうそうそう。うん。はい。うん。ですかね。だから、うん、そうね。うん。でさ、いや、まあ、出会った経緯は、あれとしてさ、うん。うん。どうなの歌さん。ああ。ほら、コーナー持ってもらったじゃん、最初に。ああ、そうですね。うん。うん、でもまだその、ほら、月1パーソナリティ制度ができる前な。あ、そうね、そうね。うん。でもらって、うん。いや、でも、やっぱり、なんでしょうね。うん。おお。鉄道、個人的には鉄道好きではあるので、うん、うん。あ、すごいなんかわかるなっていうのと、やっぱり全然ついていけないなっていう回とかが、うん。結構あって。なるほど。うん。そうね。うん。大丈夫かな、自分がちゃんと完全ななんていうの、素人の人に寄り添ってられるか、やれてんのかなっていうのが、スタンスがちょっと難しいなって時もありましたけど。ああ、なるほど。そう思ってんのか。おばちゃんも。そうね。なんか完全な素人でやった方がいいのかなっていうふうに思ってはいるんですけど。そうね。だからさ、俺らもキャラ作んの苦労するんだよね。そうそうそう、そう。ある程度知ってると、なんやねんこいつって、まあほら、味方さんとか思うかもしれないじゃないですか。いや、俺は思わないよ、全然。俺は思わないけど。でもまあね、そう。うん、いや、俺はほら、ガチでやってるわけじゃないからさ、このラジオ。うん。そうね、そうね。いやだってさ、うちの番組なんてさ、ガチでさ、聞いたらさ、腹立ってしょうがないじゃん、ね。うん、あ、でもね、まあ、藤井教授っていう方にはね、まだお会いしたことがないのでね、一度お会いしたいなとは思うんですけどね。あれ何、そういう流れ、え、何がそういう流れ、ああ、そっか。そうだよ。そっか。まあ、公式的にはそうなってるもんね。公式的にはもう、実装ですよ。そう。そうかい、あ、そうですよ。まあ、そうなのかい、うん、一回そうね、あれか、なんだっけ、もう、なんていうの、月1というか、もう、冠でね、やってもらった時とかありますけど、うん、大丈夫よ、俺、ミカドラボでもう暴露してから大丈夫あ、じゃあ大丈夫か。うん。そうね、うん、そうだな、そう、月、うん、ほら、あれやったじゃないですか、総選挙、うん、総選挙の時で一回特番やった時に、うん、あ、なんか、うん、そうね、おい、予想はしてたけど自分がボケなきゃいけないなって思って、あ、結構むずいなと思いながらやってた時はあったけど、そうね、ああ、そうね、俺がツッコミをしてもらうようにこう、動きたいなと思います、今度から。ああ、なるほどね。だから、ほら、
その総選挙の時っていうのはあれでしょ、はいはい、俺が選挙に落ちたから、ディレクター降格でその、うん、ね、あの比例代表で上がってきた、上がってきた方、ごめんゲップしちゃったけど、あのっ2区でね、はいはい、うん、2区で上がってきた人にサブパーソナリティやってもらうっていうやつね、そう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 、うん、かやって、あの時ほら、ハマちゃんもさ、うん、全然なんか、もう真面目役で入ってきちゃったからさ。そうなんだよ。わけわかんない、もう3人って、わけわかんない3人っていうかね。わけのわかんない状態でやってたよね。それもね、スタンスやっぱり取らないといけないなっていうのも、それでもすごく思ったし、だからこそなんか、すいませんって思いながらずっとやってるけど。そう。でもやっぱりなんていうのかな。うん、あれ、まあね、僕ら2人と、まあ、たまにほら、ゲストとか来てたわけじゃないですか、その、うん、来てたね、ね、その頃はね、月1というか、コーナーができるまで、他の人やってたから、うん、まあ、それはスタンスなんていうのかな、ある程度分かったし、うんうん、まあ、自分自身は、まあ、そこまで喋ってなかったけど、うん、っていうスタンスでやってたけど、そうね。ほら、うん、他の人で要は出てくれるとかっていう人が増えていく中で、やっぱりキャラとか、うん、なんていうの、立ち位置みたいなのは大事だなっていうのをすごくこう、思ったきっかけかもしれないですね。そうね。そういう意味では、もう、俺もそうよ。やっぱり。うん、だ俺は最初から割と意識してたんだけど、その、キャラっていうのはね。うんうんうん。うん、面白いことは何でもやってやろうぐらいの勢いでいたからさ、俺なんかは、うん、なんだけどやっぱりね、その運営していくにあたってそのキャラですよっていう、その我々にとっては自明のことが、うん、通用しない場合もあるんだなっていうことを教えてくれたのも歌さんかなと思ってるんですよ、ね。まあね、あとはまあ台本ね、これまで適当だったけど、だんだん多分整備されていった。そう、ね、台本細かくしていくきっかけになったのも歌さんですよね。やっぱりそうね、うん、コーナーがやっぱりできるっていうことはね、うん。それはもちろん、なんていうの、時間守らなくちゃいけないっていうのもあるし、こういう感じで要は、進めていきますよっていうのが、まあ、それまで本当に、ね、タイムテーブルしかなくて、もうこんな感じで喋るみたいなのしかなかったから。そう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 。まあね、昔の台本をさ、リスナーの皆さんに見てほしいよね。だってでも俺、1ページで終わってますもん。1ページで終わってるの。今何ページあんのこれ。ね、7ページ。7ページ。あ、ほんとだ。7ページあるもん。うん。ねえ。すごいよね。進化しましたよ、我々も。進化したよね。ということでね、はい、引き続きお願いしたいなと思いますし、歌さんもね、次回月1で、やられる際には、うん、じゃあ僕がボケまくるんで突っ込んでもらおうと思いますね。そう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 、はい、まあでもね、歌さんの突っ込みさ容赦ないからね大丈夫、強い心を持って、あ、なるほど、はい、ということでですね、この辺にしたいと思うんですけど、まだまだいっぱいいるぞ。そうそうだよ、これ続くな、これ続きます。はいはい、ということでございまして、だからおばちゃんもさ、一人喋りでさ、やりゃいいんだよ、それ。これ、うん、こういうの。うん、やりゃいいんだよ。うん。まあ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 、それはいいとして、じゃあ曲行きましょうね、うん、時間も時間だから。はい、はい、ということなんですけど、これはですね、真心ブラザーズ、うん。ですよ。うん。ね。この真心ブラザーズのですね、これはですね、素晴らしきこの世界という曲なんですけど、はいはいはい、これね、すごいよ、俺はこれ一押しですよ。ね、最初はね、この曲すげえ長いんですよ。全部聴いてもらったらね、7分かかるんですよ、この曲。あ、そうなんだ。うん、なんで、でしかもね、最初から聴いて、俺が聴いてほしいところ、うん、までかけちゃうと多分ね5分とかいっちゃうの。はいはいはい。だからそういうわけにいかないんで、ちょっと途中からになるんですけど、うん、ね、この曲はほんと深いし、うん、難しい問題を歌ってるし、あ、真心っぽいなって感じする。はいはいはい。ね、途中からね壊れるんですよ。あ、そうなんだ。で、その壊れる直前から聞いてもらいたいと思います。はいはいはい、ということで、聞いていただきたいと思います。マンゴーロブラザーズで、素晴らしきこの世界。まんまる地球をこの目で見たい。
土曜の夜のあなたを笑顔に、オガちゃんとミカドのオールナイト埼玉。オールナイト埼玉、今月のパワープレイなの。今月のパワープレイのコーナーでは EPMD サトシ君の独断と偏見で選ばれた一押し曲を毎週オンエアしていきます。11月のパワープレイはマカロニ鉛筆魂の居場所という曲でございます。うん、まあちょっとこれをやるあれでなんだけどさ、うん、壊れたでしょ。確かにね、壊れました。好きなんだよあれ。いいね、うん、ね、あの少なくとも効果の窓はないってのが尾崎豊じゃねえかって感じだよね。そうだからバイクでね。いやいいな、あの辺のセンスがさ、真心ってのはさ、すげえんだよ。そう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 、うん、俺だってさ、っっ、そこ言おうとしてた僕も。そうだでしょ。だからさ、俺曲聞いててさ、あの最初にこれ聞いた時さ、あの、うん、いや最初さ、あのなんかつまんねえ歌だなと思って、スリーフィンガーでさずーっとさねやっててっていう感じでやっててさ、そんで途中でこう、あ、壊れたなと思ったらさ、いきなりさ少なくとも校舎の窓は割らないよって 笑っちゃったんだよ俺。いやそれはまあとりあえず言いたかったから言ったけどさ、はい、で、あのマカロニ鉛筆ね、うん、うん、魂の居場所ね、え、いやこれ改めて聞いたけどさ、いい曲はいい曲だよ本当に。やっぱね、うん、いやいい曲なんだ、いい曲をセレクトする才能があるのにさ、なんでさそんなにさ俺らに意地悪すんのかね。本当に、ええ、もう反抗期ってさ、本当にね、え、もうきね、え、もしかしたら一周遅れて、だからさ、あの反抗期なのかなと思ってさ、俺忖度してさ、あのほら月一パーソナリティさんへのさ、ほら連絡用のさ、はいはい、あのグループあんじゃん、うん、うん、あそこに入れたもん俺。はい、ということでじゃあ、行ってみましょうかね。はいはい、11月のパワープレイでございます。マカロニ鉛筆、うん、魂の居場所。おばちゃんとミカドのオールナイト埼玉。いやー、というわけでね、エンディングですけれどもね、いやー、もうやっぱちいちゃんはさ、うん、これスカウトする系だね。そうだね、うん、これはスカウトした方がいいよ絶対。うん、間違いない、間違いない。全然だって話足りなそうだったじゃん。そうそうそうスカウトした方がいいよ、うん、バンバン回しそうな感じしますね。そう、はい、ということでございましてですね、うん、来週がなんと11月ラストになってしまいますけれども。あら、早いですね。早いね、もう次12月だよね。年内もあと何回ですか ?5 回、いや違うな、年越しも含めると6回、うん、そうそうそう、だからだ、ね、11月の最後の回も含めたら6回だよ。そうだね、うん、12月は5週あるからね。そうだね、うん、年越しもね、みんなでやりましょうかね。はい、31日が土曜日ですかね。そうなんだよ、すごいよね。はい、ということで、じゃあ来週のコーナー紹介、おがちゃんからお願いします。はい、来週は月1パーソナリティが浜ちゃん、うん、で、コーナーパーソナリティが、泉優さん、泉優オーナーでお送りしますと。はい。はい。というわけでですね、お送りするコーナーは、はい、泉優クラブサマータイム。うん。はい。まあ、これはもうね、鉄板ですからね。そうですね。うん、今月の楽しみでございますけれども。そうですね。もう、泉オーナー今ね、音信不通なんだよね。どこ行っちゃったんだろうって。うん。うん。ね。どっか行っちゃった。あ、この間久々にね、はいはい、岡田くんのオンライン、あ、そうね、うん、オンラインのあれで、オンラインでは顔を合わせたんですけど、はいはいはい、うん、元気そうではあったんだけどさ、うんうん、
なんかどっか行っちゃってんじゃないかな今。はい、ということでじゃあ2つ目のコーナーお願いします。はい、惜しまれつつ終了したあれに変わる新コーナーでございます。ケンジ浜口の滑らない話と。はい、滑らない話。いやー、そうなんですよ。ね、ドタバタ天井員日記が、惜しまれつつ終了してしまったので、代わって、ケンジ浜口の滑らない話っていうね、コーナーに変わるということでございますけれどもですね。うん、いや、まあ楽しみだよね。もう、だって、もう何喋ったって面白いんだから。ほんと。うん、でね、いや、はい、楽しみでございます、今から。はい、ということで、じゃあ3つ目。はい、3つ目。まあ神が本物の神が来ますということで、はい、おまん神社でございます。はい、おまん神社。神っぽいじゃなくて神が来ますからね、はい、そう、神っぽいじゃなくて神が来るんだよ。はい、ね、ご祈祷も待ちしております。はい、ご祈祷依頼ね、もうたくさん寄せてください。もうあのここがあのリスナーのその才能の見せ所だからな。そうそうそう、一番ね、そうそう、うん、もう送りやすいかもしれないね。いっぱい送ってくれてるし。そうそうそう。あの、往年のラジオリスナーにとっては、あの、一番送りやすいコーナーだよね、これは。そう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 。うん。まあね、本当に悩み事、うん、ちょっと困ってることね、とかね。うん、そう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 。ちっちゃいことでもいいのでね。そう、そこで、こう、ね、才能が発揮できるわけだから。はい。そうそうそう。はい、ということで、年末、ね、月末もですね、うん、特に豪華な3本立てでお送りしますので、当日の放送お楽しみに。はい。そして選曲テーマでございますけれどもですね、こちらはですね、11月26日だからね。あ、そうですね、来週。はい。いい風呂の日ということで、はい。あったかいね、お風呂にまつわる曲特集ということでお送りしたいと思います。ああ、いいですね。久々にわかりやすい。わかりやすい。わかりやすい特集でいきたいと思います。確かにね、はい、足も冷えてますから今ね、もう。そうなんだよ、岡田くんが足湯、足湯。あ、そうだ、足湯。うん、そう、岡田足湯とか言ってるけどね。なんだそれみたいな感じになってますけどね。まあそういう感じでですね、あったかくなるようなね、そういう、うん、あのお風呂にまつわる曲、まあ温泉とかでもいいしね。はい。ということでお待ちしたいと思います。はい、ということでございますけれども、ごめんなさい、ね、はい、うん、で来週もたくさんのお便りをですね、いつもの Google フォームと、公式 Twitter アカウントの DM、 それからあの YouTube にコメントしてもらってもいいよね、うん、あ、そうですね、はい、うん、せっかくなんで、うん、最近ね YouTube のコメント結構ね来るんだよ。あ、そうか。嬉しいですね、うん。嬉しいですよね。はい。ということでございますけれども、よろしくお願いしますね、来週も。お願いしますよ、本当に。はい。はい。そしてですね、うん、週明けですね、うん。月曜日21時からですね、お待たせしました。当番組の大人気、月一ラジオ娘の一人、えっちゃんが、パーソナリティを務める姉妹番組でございますね。こちらはもうすでに姉妹番組になってますんでね。そうそうそう。ご社前頑張るんだぞということで。そう、ご社前頑張れよ。もう。はい、ということで、うん、公式の、姉妹番組でございます。夢の種放送局の笑顔の湊です。それでは呼んでみましょう。お待たせしました。パーソナリティのえっちゃん。はい、皆さんこんばんは、えっちゃんです。はい、よろしくお願いします。大変お待たせいたしました。もう15分ぐらいお待たせしましたね。全然です。いつもありがとうございます。本日は尺を守りたいと思いますね。はい。うん、いや、今回はしょうがないよ、だって。ちーちゃんが爆裂しちゃったからね。あ、そうだったんですね、今日のゲストさん。うん、そうなんですよ、うん。爆裂しちゃって、そっから10分押しになったんだよ。いや、これは YouTube アーカイブはね、すごい注目ですね。はい、もう注目してくださいよ。うん、気になる、ね、気になる。もうそ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 う、えっちゃんの可愛いとこっつって俺また、うん、気になるって言ってたから、気になるね、ということで、はい、えっちゃんとこはさ、はい、まああの先週まではヴァンフォーレ甲府絡みのね、はいはい、そうですね。お二人ね。サポーターのお二人が、ね、天皇杯について話してくださいましたね。はい、そうそうそう。うん、
でもなんかさ、二、はい、人硬かったよね、なんかね。いやー、なんかね、二人ともすごくこう、真面目にね、一つ一つお話される方だなっていうね、うん、ところもありますからね。そう、だからさ、うん、その、ツイッターのさ、その、うん、終わった後トークみたいなのはさ、なんか音声ライブ配信の。そう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 、はいはい、あの、スペースでやってて。うん、はいはい。あれなんかはさ、すげーさ、うん、なんか、割とザックバラにやってんのにさ、そうですね。うん、なんで本番であんな硬くなっちゃうのかなと思って。いや、なんですか、笑顔の港にはそういうあれがあるんですか？なんか。いや、ちょっと私の責任かもしれないですけど。いや、別に、えっちゃんを責めてるわけじゃないんだよ。うん、いやいやいや、なんかやっぱね、ラジオの本番でしかも30分って決まってる中だと、ちょっと肩肘張っちゃうところもあるのかもしれないですよね。なるほどね。うん、まあね。ほぐさなきゃな、うん、もう俺ら次出るときはもう肩肘張らないからね。あ、そうそうそう。はい。もうぶち壊す感じでっていうね。そう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 、はい、うん。ぶっ壊すぞみたいな。そう。笑顔の港をぶっ壊す。ちょっと笑顔の港に危機が迫って。水没してるかもしれない。水没しそうだな。沈没しちゃってもね。すごいな、なんか、迫力が、威力がすごい。はい、ということで、ね、まあ、俺らが出るのはもっと後なんですけども、ということで、来週からの、ゲストさんはどういう方なんですか？はい、来週はですね、本のビジネス書などの翻訳、要約サイトのフライヤーという、会社に勤めている方で、松尾美里さんという編集者の、知ってるわ。あ、そうだね。あ、おがちゃんもね、もしかしたらね、ちょっと別のところで一緒にお会いしたことがあるかもしれないですけど、ね。多分、ライター100人会議で。そうそう。ね、そうです、そうです。あら、あら、なんか珍しく俺が置き去りだ。うん、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。はい。よっしゃ、よっしゃ。いえいえいえ、松尾さんがね、出てくれて、2回目ですね、今回。あ、なるほど、はい。うん。で、トークテーマがですね、まあ、本をテーマにしようかなって思ってるんですけど。うん、本をテーマにするの？はい。うん、ちょうど秋、読書の秋じゃないですか。うん。まあ、冬みたいな感じになってっけどね、今。そうですね。そうですね。ちょっと冬に近いかもしれないですけれども、うんうんうん、夜がね、こう伸びた、この時期、まあ、うん、秋の時期に、ね、はい、はい、うん。まあ、本をね、こう楽しむ時間も一つ、ご提案できればなぁなんて思いまして、うん、松尾さんとお互いに最近読んだ本をこう、クロストークするような感じでね、楽しくお話ししてる回になります。なるほど、はい、本読むんですか、えっちゃん。本はいつもじゃないんですけど、うん、気が向いたらっていう感じで。言っちゃったよ、もう。いや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 、でも、ね。よく読んでますよとかって言うんじゃないの、そういうとこでは。うん、正直者だな、自分。だからさ、そういうキャラをさ、笑顔の港でも出せばいいじゃん。あとね、そうですね、確かに。なんかすげえ硬いからさ。いやー、確かに。ちょっとね、この1年は固めかもしれないので。そうだよね。もう、だからこそね、笑顔の港をぶっ壊すってね。ね、ちょうど今月収録して12月。まるまるっと放送がね、そういう形になりますからね、そうなんですよ、ね、俺らがね。でさ、リスナー諸君さ、明日なんだよ、明後日なんだよ、収録が。あ、そうなんです、ね、月曜日にね、やりますね、楽しみだよ。そうそうそう、ね。はい、まあ、お酒入れていこうと思います。そう。で、でも、その前に、まずは、うん、そうですね、その、はい、松尾さんとのトークね。そうですね。うん、はい、うん、そっちを楽しんでもらわなきゃいけない。はい。うん、はい、ぜひ。放送日は。はい。はい。放送日が次の月曜なので、11月21日の月曜日の夜9時からと、で、再放送が28日、うん、翌週の月曜日、夜9時からということで、2回流れますので、うん、ぜひチェックしていただけますと嬉しいです。そうなんだよ。はい、聞き逃しても、もう一周チャンスがある。そう。そうなんです。笑顔の皆さん、再放送がありますので。はい。月9だから。ね、そう。月9ですよ。月9ですよ。もう本当にさ、はい、月9はさ、キムタクじゃなくてえっちゃんだから。そう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 。あれが裏番組ですからね、月9はね。そう、月9が裏番組だから。
ね、はい、ということでぜひ聞いていただきたいと思います。確かにね、あのスピリチュアルとスピリチュアルに挟まれてる、ね、はい、ということ。いや、すごいところにね、賛同されてますよ、ね。そうね。まあ神っぽいと神っぽいの間のね、神かもしれないですね。そうそう、神っぽいと神っぽいの間の神。ね、本当にね。あ、じゃあ流行語に今年、はい、ノミネートしようと思います。ノミネートしようね。はい、ということでございまして、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。あさってよろしくお願いします。お願いします。お待ちしてます。はい、どうもありがとうございました。はい、さあということでございましてね、いやいやいや、やっぱえっちゃん面白いな、やっぱな。はい、こういうキャラがね、出るといいかもしれないですね。そうだよね、本場でも。そう、引き出してやるぞ。はい、ということで、そろそろ本当にお別れの時間でございます。ババンババンバンバン、アビバノノー。それこそね、はい、この曲もね、お風呂の曲かもしれないですけどね。そう、うん、そうなんだけど、まあこれを流すかどうか別にしましょうね。はい、いやもう今日はさ、まあ伸びちゃったけどさ、やっぱ楽しかったね。うん、そうね、うん、やっぱね、ちいちゃん楽しいよ。そう、うん、ね、やっぱりね、うん、増やしていこうよ、やっぱ月1パーソナリティもさ。そうそうそう、ね、うん、ゲストもね、増やしていきたいですね。そう、ゲストもね、うん、はい、ということでございますけれども、いやーもう本当寒くなってきましたからね、ちゃんと本当にあの皆様、あの健康にはご留意いただきたいと思います。なんで一番最後だけまともなこと言ってる。、はい、ということでありがとうございました。今夜のお相手はおがちゃんとみかどでした。次の回も一生懸命頑張ります。ごきげんよう。さようなら。